1月7日の引退発表から158日が過ぎました。そして今日6月15日ミスターレッズ背番号9福田正博がこの埼玉スタジアム2002のピッチに再びその輝きを持ってまいります。燃えています、大観衆です。赤色で埋まっていますこの埼玉スタジアム2002。今日の福田正博引退試合、浦和レッドライオンズ対レッズ歴代選抜、懐かしい顔がたくさんあります。さあこのゲームなんですが、今日のゲストをご紹介をしましょう。今日のゲストはもちろんもう以前この三菱で活躍、そしてまた浦和レッズで監督もなさいました、現在は FC 東京の監督です、原博美さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして埼玉新聞からは記者の川野忠さんです。川野さんよろしくどうぞお願いします。よろしくお願いします。なんか原さん、はい、私も今日はちょっとお祭りという感じでね、はい、これ来てみたんですが、はい、この9番は実はもちろん福田正博なんですが、はい、原さんの番号ですね。僕は福田に取られましたね。そうなんですよねまあでもね、いい番号にね、福田の番号になって嬉しいと思います、うん、ねえ。そして川野さん、はい、懐かしい顔がいっぱいありますね。いや本当ね、うん、やっぱり僕にとってもね、福田君にとっても、はい、サポーターにとってもね、やっぱり結構至福のシーズンだった、うん、95年本当ですね、バイオギドねえ、すごいですよ。だから赤野さんも今日おじさんが求めてますんで非常におじさんって嬉しいんじゃないですか。僕と同じ年ですよそうですか、ウルバインですかさあそして今日はピッチサイドは水内剛リポーターですが、水内さん、あ、水内さん取材中ですかね。そんなことないですよね。そんなわけないでしょう。こちら水内です。いました、ね、ピッチは熱い戦いが繰り広げられそうなこのマッカラスタジアム、福田さんの引退試合ですが、どんな戦いになるんでしょうか。楽しみでしょうがありませんね雨大丈夫ですよね。あれ聞こえてないのかな、ということでじゃあこっちへマイク戻してもらいましょう。ご覧のようにこの背番号9、この9の数字があちこちで見られますが、原さん、はい、原さんもね、実は今日やっぱり懐かしい顔がたくさんありました、はい、まあ、そういった方のいわゆるこうなんか同窓会的なね、はい、意味はあったと思うんですが、もう久しぶりにね、懐かしい顔と会えて、本当にこう嬉しいですね。福田のおかげでこういう顔が集まれるというのが、ね、昨日は実は前夜祭もあったんですが、この前夜祭もやっぱりそういった懐かしい顔がたくさん集まって、川野さん、はい、非常に和気あいあいとね、みんなおお元気かみたいな感じありましたね。そうですね、本当にね、僕も出席させていただいたんですが、ドリンクを飲む暇ないくらいですね。いや本当ですね、いろんな面々と好意を温めたと、ちょっと古臭い表現ですが、いやでも本当そうでしたよね。ただ原さん、はい、これだけ真っ赤に埋まっちゃうんですね。真っ赤ですね、本当に真っ赤っかですね、まあ、もちろんこのサポーターの、ね、たくさんの中で原さんも監督時代は采配を振るっていますが、はい、また今日はオジェック監督、フリントコーチ、はい、あるいはオフト監督、ヤンセンコーチ、全然違った意味のゲームになりますね、はい、そうですね、まあお互いに勝ちたいでしょうね、うん、ねえ、はい、負けるわけに特に現役組はいかないですよね、まあ、そうですね、いやそして今日はそのスタメンも先ほど発表されましたが、そのスタメンの選手の顔ぶれ、大きな大拍手が沸き起こっていました。いやこのビジョンに映る、あ、福田の姿です。感無量でしょうね。そしてギドもいます。まあそういった意味では、まあ、どんなゲームなのか、ゲームよりまずこういった懐かしい顔のプレーを、まあ、本当にまじまじと見ていきたいなという気がいたします。いや原さん、みんな楽しみにしてましたね。そうですね、うん、はい、ねえ、まあ、もちろん我々もそうなんですが、まあ、そういった意味では、まあ、ゲームよりはとにかく、まあ、懐かしい顔にということで、そういったまあ気持ちがサポーターの皆さんも多いでしょうね、はい、みんな顔がね、普段の試合前の顔とはサポーターの方も違いますよ ね、 ねえ、まあ、いろんな思いが、うん、普段を通じてね、はい、こう蘇ってくるというかね、そういう試合になるんじゃないでしょうかね。そうですよね、まあ、もちろんその1月の7日からもう158日が過ぎていますが、まあ、福田もこの引退試合のためにもう1ヶ月前から、まあ、体を動かしていました、まあ、ですから万全の体制でこのたくさんのサポーターの中でやっぱり自分のいいパフォーマンスを見せていきたいという話をしていました。さあその福田正博が入場です。背番号9、あ、本当に懐かしい顔だ。広瀬、井原、田口さんもいる。そしてジョージョ、ジョージョは元気です。
あ、そして岡野もいますね、はい、あ、ゴールキーパーコーチツッチが行きました。堀、あ、岩瀬健ですね今ね、はい、お、小野伸二背番号28番はあの原監督の時の入団で、はい、新人の時は ね28番つけてましたんでね、まあ、その後は8番のイメージももう強く残っていますが、背番号ってやっぱりそういった意味では顔ですから大事ですね。ありますね、思い入れはありますね。ですから原さんの背番号9を受け継いだのが福田正博、背番号9でした、まあ、それと原さんが入団時に最初につけた番号が14でしたね、三菱重工の時は ね、はい、そして実は福田正博も14だったんです。小野伸二もオランダで14なんです、あ、そして今埼玉市から記念品が贈られました。相川総一埼玉市長です。あの埼玉市にフリントコーチが昨日の前夜祭で言っていました、はい、埼玉市からこれだけのスーパープレーヤーが生まれ育ったことを本当にこう埼玉市の方も誇りに思ってほしいという話をしていましたが、はい、まあ埼玉市のみならず埼玉県民のみならずね、まあ、全国に本当にアピールをしました福田正博。そしてロルフ・エクロート社長からグランディスが贈られます、まあ、場内でも今うわーというなんか歓声が沸き起こりました。うん、非常ににこやかな顔なんですが、まあ、ただ原さん、はい、ゲーム始まったら顔変わるんですよね。変わるでしょうねまあ負けず嫌いですからね、やっぱりね本当そうですよね。河野さん、はい、昨日あたりも言ってましたよね、やっぱり本気モードだっていうのはね、もうね、福田君もそうですけど、うん、もうチーム全体がそうですね、うん、まあ、尾崎監督もね、まあ、もう向こうはね現役で強いけど絶対負けられないと、はい、福田選手はね、あの実は上野さん昨日あの夕方駒場で紅白戦の練習やったんですけど、その時約3000人ぐらいのサポーターの人が集まって、その時やっぱりバインのパスに福田君がね、はいはいはい、反応した時はすごい歓声とため息 で今日もねゴール前でシュートシーンの多い展開にしたいと、なるほど、福田選手言ってましたからね、でバインも実は現役なんですよね、まだ、あのドイツのアマチュアリーグですけど、5部でまだ、やってますね。そうなんですよ、ですから体の方はもう万全なんです、はい、ただこの人の場合は原さん、やってみないと分からないというこれオジェク監督も実は言ってたんですがね。そうですか、まあ、昔からあんまり動かないのは動かないですからね、ただ動かなくてもパスは、もう素晴らしいパス出しますし、まあ、その分ペトロビッチが動くんじゃないですか。ペトロはね、実は絶対負けないって言ってましたから、招待状が行く前に自分から出してほしいというリクエストがあったそうで、ね、絶対負けないってあの、はい、言ってましたよ。そうですね、さあ本当にこう夢のドリームマッチになりますが、まもなくキックオフです。まあいつもながらというよりもいつも以上のこの大歓声です。背番号9ミスターレッズ福田正博、まあ、久しぶりのユニフォームです。岡野もいます。まあ、この俊足コンビがウーベバインからのパスをどのように操ってくれるか。背番号6番ギド・ブッフェルト、8番広瀬、あのこの放送席の高い位置から先ほどボール回しを見て原さん、はい、あ、オジェクはやっぱり3号2が好きなんだという話をしてましたがあの時と同じシステムですよね、でもメンバーが結構当てはまるようなメンバーいますんでね。本当です、これは面白いと思いますよ、まあ、もちろん45分戦います。そして、まあ、トータル90分になりますが、まあ、福田の場合は河野さん、はい、今日はもちろんこの歴代選抜、途中からは現役組に入るんですよね。そうですね、まあ、後半の、うん、30分近くからじゃないかなと言ってましたけど、はい、ね、さあ11番の田中達也、そして15番の千島、その現役のレッズのキックオフで前半の45分のスタートです。もう早このゲットボール福田のコールです。これ現役組も原さん戦いづらいですね、はい、戦いにくいですねねえ、井原が言ってますね、井原も元気ですね、まあ、井原もねまだまだできる選手だと思いますし、あの福田とは加納さん2年間プレーしたことになりますね。そうですね、本当にでもねいいものをレッズにね、はい、
木原君一切聞くということでね、やっぱり与えてもう彼くらいね、はい、やっぱりいろんな経験した選手今の J リーグの中ではいないですからね。そうですよね、はい、まあ、A マッチ代表の123試合は、まあ、この数字はなかなか破れない数字じゃないかなという気がするんですが、さあその現役組が今ゆっくりボールを回していきます。これをカットしたバインです。田口です。そして今日はキーパーは滝田です。土田が言っていました、まあ、現在のレッズのゴールキーパーコーチですが、スタメン取られちゃったよと悔しがってましたけどね。土田ちょっと重そうですからね、はい、滝田のがやっぱりフィットしてるなっていう感じがしますよね。滝田は今横浜 FC のゴールキーパーコーチです。あ、その土田選手が映りますね。今日もみんな選手です。おっとカットした土橋まさきが来ました。今河野さんまさき本気モードでしたね。本気です ねペトロビッチですから ね相手が、あの軽く言ったら、はい、弾き飛ばされてますから、ね、ペトロビッチも今オランダの RKC でプレーをしています。ですからもう現役バリバリです、はい、まあもちろんこの原さんの元でプレーをしていましたが怖いものなしでしたからね。いや、まあ、当時からよく動きますよ ね変わってないですね、本当ですよね。ただ時折動きすぎてねイエローカードで結構もらったタイプですけどね。まあありましたね、そういう時もね。水系たボールをおーキャッチだった、達也行く。いやー今ペトロビッチがね行きましたね、しっかりと。やっぱりねベテランの選手は、はい、うん、田中みたいにスピードある選手嫌ですよね。そうなんです。もう頭では分かってても、ついていくのは難しいですね。今日だからエムネソンがいなくてよかったとみんな言ってます。そうですよね、はい。さあその今ギドがボールを持ちますが、メンバーご紹介をしていきたいと思います。ギドがゆっくりボールを持っていきます。あっとここちょっと危ないですね。まさきからボールが出て達也には通りません。滝田が行きます。さあその歴代先発の今日のメンバーです。ゴールキーパーは16番の現在は横浜 FC でゴールキーパーコーチをしています滝田裕樹です。そしてディフェンダーは2番の田口義則、まあ、今日もおそらくかなりタフなプレーを見せてくれると思います。そして6番は世界のリベロギド・ブフアルト。おお、いいボール出ました。ここは詰めていきます。そして3番は井原正美です。ミドフィダ15番の渡辺高政、8番は広瀬、まあ、フリーキックは見せ場を作ります。11番はゼリコ・ペトロビッチ、このタフなプレーに注目です。そして13番はジョージオ・シンジ、もちろん現役です。10番はウーベ・バインです。まあ、どんなパスを出すか非常に楽しみです。で、2トップは7番の岡野正幸、そして9番福田正宏、まあ、このコンビが久しぶり復帰を果たしています。そして控えの方も今日はゴールキーパーに1番の土田久志、そして19番西部洋平、ディフェンダーには5番の堀高文、12番の西野勤、そしてミッドフィーダー14番の岩佐健、17番の河合隆二、そしてフォワード18番の池田信康が入っています。まあこの名前を読んでるだけで原さんなんかこう、はい、気持ちがね非常に高めてくるんですよね、まあ、そしてご覧のようにホルガーオジェク監督です。田口も言ってますね、やっぱりね、激しくね飛んでいきますね。お、チャンスか。あ、ここがキーパーに戻しました。あー、コーナーキックになりますね。やっぱ岡野の追いがね、プレッシャーになってますよね。なりますね。原さん、はい、あ、水さん、原さん、あの田口さんはね、はい、コーナーキック狙ってましたよ。あー、コーナーキックね、僕はもう自分自身も楽しみにしてるんですね。行ってますね。おっとショートコーナー、バインが持ちます。ペトロ、あ、いいボールが入った。シュートは福田の頭だった。田口持っていけ。田口競ってますね、やっぱりね。まあ、田口のプレーも非常にやっぱりいろんな場面で沸かしてくれますが、まあ、でも田口もね、本当にこういいストッパーでしたよね、はい、本当ですよね、はい、あ、そして今、オーベ・フリントベルグコーチも映りますが、まあ、オジェック監督、そしてこのフリントコーチ、はい、まあ、いいコンビでしたね。いい味、2人とも違うタイプで、ね、はい、そうなんですよね、出してましたね。まあ、何年的には、あ、お、岡野膨らまっているが届かないか。今ゼリッチも、まあ、もちろん本気モードなんですが、あれパスが通っていれば福田のゴールインというシーンでしたね。あ、でも田口よくついていってますね、かなり練習したんじゃないですか。1ヶ月やっぱりやったそうですよ。あ、そうですか、まあ、肉離れになんなくていいと思います。まあ、なってもいいですか、もう、
でやっぱりねやってて思ったのがやっぱこう胸元の筋肉とかねやっぱり足の筋肉、はい、筋肉やっぱりずいぶん落ちるなと言ってましたね。あまあね、これはもうしょうがないですよね。はい、その辺はですねレッツ OB なんですけども、やっぱりキネシオってあるんですよね、うんうん、人工筋肉テープと呼ばれるやつですが、はいはい、それを相当使い込んだらしいですねみんなかなり張ってますね。なるほど、まあ、これはやっぱり見るからにすごいというところもちょっと思わせておかないとね、現役にちょっと舐められてはいけないという感じになります。前半の5分が回っています。ホルガーオジェク監督は48年の8月31日生まれ、フリントコーチは48年7月21日生まれ。おっとシュートは危ない危ない、まあ、その2人が今日はこの歴代選抜の、まあ、チームを率いるということになりますが、オジェク監督は岡野がいきます。あの原さん、はい、この現役組の VTR をしっかりチェックしたそうですね。あ、そうですか、ですからやっぱり負けるわけにはいかないと、で福田にももう言ったそうですが、今日絶対に勝つぞという指令は出ているそうです、はい、でメンバー構成に関してはもちろんオジェク監督はこういうふうにしたいんだが福田どうだと、最終的には福田の同意を求めたそうですね、はい、あ、そうですか、君のやりたいような形でやってくれということだったそうですが、そのオジェク監督そしてフリントコーチが映ります。非常に懐かしい光景です。バインから一本、あ、ペトルでしたね、バインじゃない、ペトル、イエローカード出るんじゃないですか、これ。これは出すべきですよね。ゼリッチが来て、ブーイング、いや今のイエローカードですね、しかしこのブーイングっていうのもこういう試合だから見られることですね。本当ですね。いやこれでもまずいですね。これイエローですね、これはね、上場に蹴りますよ。さあこれどんなボール蹴りますかね。当然この左足で今ね、井原も田口も上がってきましたから、これは面白いんじゃないですかね。ヒデももちろんね一番後ろ行ってますが、お、中入れましたね、クリアになります。まあやっぱり福田に合わせる格好だったんですかね。まあ今日の引退試合の意味をバインもよく心得ているということになります。ただ田野さん、はい、今の現役のメンバーはね、そのフリーキック、あるいはコーナーキックのチャンスか、あの高さという点ではね、位置への一枚という感じしないでもないんですが、そうですね、これ今歴代はすごい高さありますよ。ありますね、大きいですね、はい、伊藤、田口、ね、いや今の現役よりも、はい、この歴代チームの現役の時の方が強かったと思いますよ、ヘディングなんかは。あ、なるほどね。さあその現役組のメンバーご紹介しましょう。浦和レッズです。ゴールキーパー今日は鈴木が入ります。そして3バック、3番のゼリッチ、5番の室井、26番南、まあ、南はもちろん初めてのこのメンバーということになります。ミルフィラ14番平川、12番の三上、20番の堀之内、13番の鈴木啓太、そして4番の土橋です。そしてフォワード11番田中達也と15番の千島です。まあ、土橋も実は歴代組の、はい、まあ、戦力だったんですが、あの怪我人があったり代表がいなかったりということで、はい、で急遽この現役に復帰を果たしたというとなりました。はい、さあそして控えです。山岸、加藤、西村、小林、広之、陽介、そして福田も途中からもちろん現役組に合流します。上前やっぱうまいですね、でもね。あ、そしてオフト監督、ヤンセンコーチがこのチームを率いますが、オフト監督の表情も真剣、まず1点取って安心をしたいなということでしょうが、持っていきますが島から、そして中には田中達也がいました。いやでもこのディフェンス陣はやっぱすごいですよ、すごいですよこれ、ね、で今日は井原ですが、思い起こせばここにこの田口そしてギドがいたらバジルボリですよね。あ、いましたね。これは川野さん強烈でしたね。強烈でしたよね、本当にね、赤い壁って言われてましたよ ね、まあ、ね、時のストッパー3人はもう一番だったですね。ね、でバジル田口の顔を見ただけでみんなもうねタックルは行かないという、ね、感じでしたからね。あの時は何回も知っても、はい、確か3番目ぐらいに少なかったんですね。あの時そうですよね。で、まあ、30試合31失点で滝田勇樹あたりもね、はい、まあ、もちろんキーパーとして非常にいいプレーをして、ベストイレブンの確か候補になりましたよね。そうでした、ね、達也いった、ギド、ギド足が長かったですね。ギドやっぱ長いですよね足ね。そしてまさきから左を持っていきますが、三上から入ってきます。おお、高いギド飛びますね、またヘディングね、やりますね。ただこの触った波状攻撃がね
歴代には多少疲れるからもう、またギドだ、またギドだすごい、やっぱり肌ですねでギドに関しては加納さん、はい、現在もレッズとの関わりがあるんですよね、アドバイザーということで、ねね、欧州にいる外国人選手とかですね、そういうものを紹介して、今回もですね、いろいろクラブの方に紹介していたようですが、でまた現役組の選手をかなりこうチェックをしておりますのでオジェク監督にはギドから随分とやっぱりアドバイスがいったそうですよね、今日勝つためにね、ギドも今日実際にね、レッドの選手やってみれば、どこが足らないかとかって分かんないですか、よりやってみた方が分かりますよ。さあそして今日の審判団もご紹介をしましょう。今日は主審が吉田利光さんです。そして副審が河合さんと山口さん、第4審が北村さんです。こういった審判の方々も原さん、今日こういうゲームでね、手を拭ける、やっぱりこう名誉なことでしょうね、そしてこのそうそうたるメンバーですね、Jリーグ吹いてる、で吉田出身はスペシャルレフェリーですからね、そうですよね、去年のナビスコの決勝も、そうかそうか、吹かれてましたね、なるほど、あのナビスコの決勝の日に加納さん考えたらね、あの外国人4人が来たんですよ ね、そこでまたこう休校を温めたわけなんですが、みんな優勝を、願ってましたけど ね、その時みんなね、バインもギドも、特にペトロなんかですね、お前なんで現役やめんだと、そうなんです、逆に、まだまだできるじゃないかと、本当ですよ、バインは昨日も盛んに言ってましたね、言ってましたね、ギドも言ってました、いや実際そうでしょうね、おーっとタッチャー決まった、やっぱりスピードありますからね、ありますね、しょうがないですかね、ここは左サイドからいいボールが入ってまいりました。また下の表情、いいボール来ましたね、そうですね、しょうがないと負けません、やっぱりね、あの歴代の方はやっぱこういうスピードに対して一番経験はありますけどね、分かってても足が出ないんですよね、なるほどね、で今千島からの折り返しですが、千島に田口が行きました、 そうですね、その前にギドがいました、でちょうどあそこで影になっちゃうというね、そうなんですよ、伊原が行ってもそんな感じになりましたもんね、でね前に速い2人だから対応するの難しいですよね、いや本当エメいなくてよかったですね、そうですね、エメと達也とちょっとね、そういった意味では怪我人が いるということ、それから代表でレッズからは山田、坪井、そして永井というこの3人が選ばれています、ですがコンフェデレーションカップに行ってますから、もちろん今日は出ることはできません、しかし永井も今日は、出たかったと思うんですが、あの背番号9は原さんがつけていて、その後に福田がつけて、で現在は永井なんですよね、そうですね、私の時はもう三井重工っていうね、日本リーグでしたけど、永井もね、代表に入って、あるいはこのレッズでもっともっとこう活躍してもらいたいですね、ですから原さんの9番をやっぱり福田正博の9番にしたわけですよね、そうですね、ですから永井の9番にして、やっぱりそうすれば福田だってね、9番を譲ってよかったという気持ちになるでしょうし ね、福田正博もレッズに入ったのがレッズと言いましょうか、当時の三菱なんですが、89、90というこのシーズンでした。入る段階では一部だったんですが、入った時は二部だったんですね、落ちちゃったんですよ ね、あ、いいボールですね、裏行きますね、渡辺高政も菅野さんやっぱ早いですね、早いですね、まだまだ行けますもんね、今こう育成グループといいましょうかね、池田信康とともにね、指導していますが、やっぱりそういったあの子どもたちを教えるという意味ではね、夢を持ってますからね、13番ジョージョーです。昨日はジョージョー前夜祭で歴代選抜の中で紹介されて、僕は現役ですと言ってましたがね , 笑い取ってましたね , 笑い取ってましたね、ジョージョーはでも菅野さん、福田とはものすごい仲いいんですよね、鈴木か、いやー今ウベはいいボール出しましたね、すごいですね今のは、いや昔と同じですね今の形は、本当ですね、あれで決まればこれね、福田の動きも素晴らしいし、完璧、
決めるだけ。あ、完璧でしたね。完璧でしたね。やっぱり福田らしい動きですよね。こう瞬間的にこう、うまくこう膨らみながら、はい、本当ですね。で、自分でコースを作ってそこにウベバインは転がすだけですからね。原さん、はい、その辺は、ね、福田さん最初からもう試合始まった時からいい動きしてますね。あ、してるね。後ろでペトロとかがボールを持った時に、ね、動き出ししてますよね。やっぱり出てくるのはウベか。そうですね。岡野いった、岡野いった、岡野いった、岡野ゴールはならない。もう一回呼び返す。ちょっと長いか。福田、福田が持ちました。あ、岡野大丈夫かな。岡野大丈夫ですか、ね、大丈夫か。それだけは心配ですから ね、もちろん岡野も神戸で ね、 まだね、現役バリバリでやっていますから怪我だけはちょっと心配ですが、まあ、昨日も練習が終わった後に新幹線で急遽駆けつけて、そして前夜祭に顔を出していました。まあ、福田岡野のこのツートップも今思えば本当にすごいツートップでした。で、岡野は昨日言ってたのは、僕の綺麗なセンターリングで福田さんにゴールを奪ってほしいという話をしていました。センターリングもこのところ非常にいいボールを中に入れてまいります。以前は原さん、なんかスピードだけというイメージだったんですが、はい、今しっかりね、サイドをえぐってきますからね、うん、そうですね、もう本当に神戸でも活躍してますからね。本当ですよね。おっと、リード長いな、足が本当に長い。やっぱり立っててもね、ピッチに立っててもやっぱり存在感はひときわありますね、やっぱりね。ただこの顔見てください。やっぱり嫌ですね。本当にもう真剣ですよね。ですよ、まあ、ドイツ人は負けていけないですから、おー、これいいシーブ、井原です。井原らしいタックルですよ ね、井原もマリノスからジビド、そしてこのレッズで2年間福田とプレーをしました。あー、ペトロビッチからいいボール出ました。これもいいボール出ました。岡野行く、中に福田が行った。というのも福田だけしかいません。でも、はい、ジョージョも行かないとダメですね。本当ですよね。これ現役だからね、もう行ってもっと帰ってこないと。バイン、ウーベ、ペトロ、あ、ペトロですね。ペトロビッチとウベですね。ペトロビッチめちゃくちゃ動いてますね。動いてます。まあ、これが持ち味ですもんね。まあ、オランダ RKC で現在もプレーをしていますから、まあ、そういった意味ではもう全然問題ないということになります。ウーベバインはギドと同じように、まあ、北野が川野さん、はい、96年でしたか ね、でしたかね。いや、その前ですよね。バインですか。バインは94年ですね。そうですね、はい、ペトロビッチ行ってますね。4年の夏ですね。夏ですよね、あの札幌バスケで合流してるんですよね。そうですね、そうですね。当時は横山監督だったんですがね、鹿島とのナビスコカップでデビューでしたね、そうですよね、あれで勝った試合でしたけどね、はい、レッツが。で、まあ、J リーグのデビューは94年の8月の10日はニコスの最初、これマリノス3対2で負けていますが、あの時確か水内くんが点取ってるんですよ、はい、あ、なるほど、水内さん、はい、そうなんですか。あのギドの初めての試合ですね。なるほど、まあ、おっとシュート、鈴木もいいプレーを見せますがただ今もやっぱりバインも、ね、ウブバインのあのスライディングしてすごいですね。奪う取り方うまいですよね。そう、ギド・ブッファーとも90年のニコスシリーズの第1節開幕8月10日のデビューです。ですからギドとバインがまあ途中94年の途中からまあ入団をしているということになります。まあ、そういった意味ではあの世界 の、 あのワールドカップで見たメンバーが来たということで、カノさん、あの時の取材陣も ね、結構ギドが来るのという感じでしたもんね。いや、ペトロビッチすごい動いてますよ。動いてます。これまたペトロ行きましたね。ジョージョがもっと動かないとダメですね。そうなんですよね。木田バインも動いていった、まあ、バインが動いたからって大きな声を張ることもないんですがでもなんか珍しい。おっと、岡野、いや、やっぱりジョージョ君もうちょっと動かないとダメですね。いや、これね、本当に元気じゃないと思われちゃいますね、このまんまじゃ。だってペトロビッチは元気ですけど、今左だったら本当はジョージョですよね。他の選手は動いてますよ。動いてますね。これじゃやっぱりダメですね。いや、遠慮しないでもっと動かないと逆にダメですよね。田中達也から右サイドへボールが出る。平川行きました。平川から、この平川の背番号14をつけていますが、まあ、福田正宏がこの三菱に入った最初の背番号が14でした。実は原博美さんも14なんです、最初の番号がね。そうですね、ね、14ですか。14からスタートで、その後に実は10番をつけてるんです。この時に、まあ、その14番から10番、実は10番は誰がつけていたかというと、あの当時は中村修造さんなんですね。そして中村さんの、まあ、引退ということで福田がそのボールを、背番号をもらいました。で、
原さんの現役引退で9番を受け継ぐわけですよね、はい、そうですね、あの J リーグスタートした時から9番になったそうですよね、ですから、まあ、またジョージョのミスですねなんか今日はなんかジョージョですねじゃあジョージョもっとやってもらわないといけないですね、はい、平川で福田はその代表の時のイメージ、これもなんか8番のイメージがあるんですが、まあ、日本代表で最初にもらった番号は13でした。シュートを打ってきます、まあ、その13からその後12番をもらって、そして8番、まあ、そして最後16番をつけています。1対0と現役組が今1点をリードしています。前半の21分を回っています。1対0、田中達也のゴールで浦和レッズ現役組は今1点をリードしています。ただ局面を見ると原さん、はい、この歴代組も非常にいいプレーが出てますね。いやもうね、福田のためにいい試合やろうっていうのが伝わってきますよ ね、一番怖いのはこのスピードなんですよ、はい、うまく時間かけてゆっくりさせれば、はい、あの読みとか経験ありますんで、ねところがこうスピードだけは ね、 ちょっとねどうしようもないというかね、それありますね、まあ、オジェク監督は昨日のその話の中では、まあ、とにかく福田が現役を去ったというある意味でさよならということなんですが、ただこのさよならという意味は新しい人生の始まりだという話をしていました。まあ、良き指導者として、まあ、体に気をつけて普段にはぜひ頑張ってほしいという話をしています。大関監督は河野さん、はい、まだカナダ代表ですよね。代表監督やってます ね、 ですよね、確か4年間アウトサイドですか。これアウトサイドです。ゴールドカップで優勝しましたね、はい、2000年でしたかね、はい、でコンフェデで翌年のコンフェデレーションカップにカナダ代表として、そうですよね、でテレビで見てあオジェク監督は代表監督だという改めて思った方も、ね、たくさんいたんですね、あの瞬間ね、まあ、そしてフリントコーチとは非常にいいコンビネーションでしたね、うん、あの面白いんですよ、フリントコーチさんってね、はい、あの非常に大和な方でね、まあ、僕らがね、はい、例えばこう試合の直後にですね、選手にアプローチ、まあ、話聞きたくて行こうとすると、うんうん、顔真っ赤にしてね、あこれちょっとあチャンスですね、ギドです、はい、顔を真っ赤にして選手を、守りにですね、はいはいはい、僕らガードされましたよ、今汗かいて風邪ひくからやめてくれと、非常にですね、まあ、そのコンビネーションという意味で、ね、オジェク監督とは合ってましたね、そうですよね、まあ、2人とも赤い顔してますけどねいやでも本当にまあそういうなんかおっとわーっとシュート決められました、千葉のゴール。前半の23分です、千葉が決めています。なんか静かになりましたね、今これ現役が点取って静かになってもねスタンドの方も急になんかこうこぼれ球に反応できなかった、塩を吹くようにいいシュートですね、でもね、そうですね、千島ですか、はい、島です。いやでも普段レッズのゴールはものすごく湧くんですが、今日シーンとしてますね、シーンとしましたね今ねなんか千島が悪いことしてる感じになりましたけど、今2対0です。井原です、広瀬、原さん、はい、広瀬もねこのフリーキック見せてくれましたよね、まあ、彼も福田とはね、その日本リーグ時代からやってる一人ですからね、そうですよね、ずっと長くやってましたんで、で広瀬の番号8番がこれ小野伸二の番号になりましたよね、そうですね、上野さん、はい、西野さんがアップし始めましたね、うん、あそうですか、はい、はい、水内リポーターからさん付けで西野さんがっていうのはこれいいですね、選手はもう選手じゃないなと思ってあえてさん付けでって言いました指すれできないですもんね、確かにスイケータです。まあ、このサイドは本来は山田は日本代表です。なんかこの瞬間はこのスタジアムもちょっとこう静かな瞬間、それでも赤いユニフォームがボールを持つと意外と静かになります、うん、そしてガーッと井原から、いやでもいいね、コンビネーションですけど、はい、そうですよね、井原も考えたら去年でしたね、加納さんね、あのゴールインがナビスコでしたかね、そうでしたね、福田からねもらってね、福
田の右の角度だったんですが、最初左足で蹴ろうとしたんですがコースがなくて右足で蹴ったんですよね。そしてもうドンピシャリ、はい、井原の頭に合いました。もう試合終了寸前でしたね。そうなんです、もう鮮烈に記憶に残るゴールでした。だから井原そして福田、まだまだもちろんできるプレイヤーです。まあ、井原も、はい、僕が代表の時に、の最後の時に入ってきたんですよ。だから入れ替わりに近いんですね。ほぼ何試合か一緒にやったんですけど、はい、まあ、そういう面じゃ、うん、なんとか2人ともね、こう自分に代わって、はい、こうレッズであり、まあ、マリノスであり、代表をこう支えてくれた2人ですからね。そうですね。まあ、現在はこの井原そして福田そして北澤というこの3人が加納さん、はい、アンバサダーですよね。そうですね、協会のね、協会で普及活動に携わってますね。はい、もちろんテレビ等の解説者も、まあ、なさっているわけなんですが、いやでも昨日の練習試合といいましょうか、公開練習で、まあ、本当に3000人ぐらいのファンが詰めかけましたが、誰しもが福田のプレーを見て、いやまだまだいけんじゃんという声が多かったそうなんですが、そうですね。まあね、はい、あれまあ、現役レッズ、現役チームには失礼ですけど、はい、今年の印象に限って言えばね、昨日の30分の紅白戦の方が僕はね、楽しかったんですよね。そうね、ワインのパスが、ね、出るたんびにもう3000人ぐらいのお客さんからね、歓声が湧き上がりましたね。なるほどね。トー達也いったかわしてくる。あ、田口のサイズだ。うまいうまいうまい。田口頑張りましたね。田口うまい。お、肩大丈夫か。まあ、あれいいプレーした後昔からああいうのありますから、大丈夫ですよ。そうです、やってるんです。そうそうそう、そのアピールがうまいですから。いいプレーした後は大丈夫です。というのは今日あたりもそれ意識してやってますね。でもこれはどうなんですかね。これはね、西野さんが準備してるの分かったんじゃないですかね。なんで変えるんだと。でもね、これよく滝田の後ね、田口カバーしましたよ。これ本当ですね。これいいタックルですね。いいプレーだ。でもね、肩ってね、はい、久しぶりにこんなにスライディングしたことないですから、もしかしたらちょっと伸ばしたとかっていうことあるかもわかんないですね。はい、大丈夫ですかね。それから今アスレチックトレーナー佐々木さんが行きましたが、川野さん、これまた懐かしい顔ですね。徳さん徳さんと言われてね、走ってますね。走りますよ。それまあちょっと重くなったかなっていう感じしますけど、もともと西武にいて、そしてこのレッズに来て、今工藤公康投手のね、巨人のね、専属という形になっていますがね。上野さん、西野さん入りそうですね。そうですか。田口さんに代わりそうです。田口なんかね、もっと見たいような気もしますが、まあ、目いっぱいでしょうかね。イエローカード見たかったですね。これ交代分かってるから行くかもしれないですね。行きますかね。さあ、そして、まあ、とにかく歴代組のちょっと1点が見たいなという感じになりますが、ただもうこう時間的には28分、もう30分になろうとしています。まあ、疲れもおそらくそろそろ来る頃かなという、この一つ山を乗り越えたいんですが、あーっと平川来ました。これもちょっと危ないですね。そしてギドです。バイン、あ、これうまいですね。ギドからバイン、そして広瀬というこのワンタッチのプレーでした。田口が今大きな拍手でこのピッチを去ります。12番の西野選手が入ってまいります。まあ、よくやりましたね。本当ですね。最後の見せ場を作ってくれました。田口らしいというか、本当にこう、はい、一生懸命ね、やったと思いますよ。本当ですよね。まあ、昨日の話だと現役に関して削ったらごめんなさいとプレッシャーをかけていたんですが、まあ、非常にフェアなプレーで、最後は非常にいいプレーを見せました。そして西野が入っていきます。まあ、現在はレッズのスカウトということで、まあ、いろんな角度からいろんな目で、まあ、若手の育成等にも携わっています。まあ、そういった意味では西野選手も考えたら93年のスタートですから、 J リーグが始まって、川野さん、そうです、1年生なんですよ、考えたらね。そうなんですよね。で、まあ、なかなか出番なくてね、はい、まあ、原さんコーチやってられた時ですね。はい、で、まあ、大塾監督の
96年ですかね、確か新潟でやった試合じゃなかったかな、ジュビロと、そこでなんか出てきて中、中山じゃなくてね、誰をマークしたんだったか、95年ですかね、じゃあね、5年ですね、17ゲーム出ていますがね、96年は怪我等があってゲーム出場はないということですから、95年ですよね。ペトロがね、さっきのプレーファール取ってくれなくて怒ってるのは全く一緒ですね。嬉しいですね。相当大関監督怒ってましたよ。嬉しいですね。でもね、よく動いてもやっぱ負けず嫌いですね。で、西野はね、僕入ってきた時はヘディングずっとやりましたね。ああ、はいはいはい。ヘディングだいぶ良くなってきたんです。まあ粘り強いというかね、彼はね決して器用じゃないんですけど、よく練習やってましたよね。真面目ですよね。はい。原さん。はい。大関監督も先ほどのファールの時流した時に怒ってましたね。ねえ、あれはレフリー甘いですね。こういう試合はやっぱり吹き慣れてないなっていう。なるほど。その時に怒る時はみんなやっぱ怒ってましたね。怒る人は。あれはね、どう見てもあのファールです。なるほどね。あの、吉田出身に後で言ってきます。あ、わかりました。いやでもそうなんですよね。そういうなんかこう見せ場っていうのは一つありますね。いやもうあんなファールなんですよ。はい。さあここはフリーキックになります。スイケータ。そして。おっと速いボールが来ましたね。わーというどよみが今起こりましたが、交代ですか上野さん、はい、レッツの方はですね、ゼリッチ選手に代わって西村選手ですね、なるほど、はい、西村投入ということになります。2対0でその現役組今2点をリードしています。前半1点返したいです ね、そうですね、はい、5年でね、ペトロから、そして渡辺隆正、そして今その選手交代になりますが、背番号18をつけます西村が入っていきます。3番のゼリッチに代わって出ていきます。まあ、こういうゲームですから、はい、まあ、オジェク監督も非常にこう選手交代が難しいんですが、もちろんオフト監督もそうでしょう。ただオフト監督はもう現役は大事にしたいということでどんどん来ると思うんですが、ただ歴代の方も来てもらった選手はもう全員出してあげたいんでね。そうですね、どういう場面でどういうふうにその辺の交代をしてくるか。おっとここはファールになりました。ファールですね、ウーベバインが倒れます。ウーベバイン、あの辺やっぱもらい方もうまいし、はい、変わってないですね。あ、ファールじゃないですね、見ればね、はい、でも今日はファールです、ただバインもこれ60年の生まれですから42なんですよね。そうね、長いボール、ちょっと長いですか、長すぎましたね。まあ、ドイツのいわゆる当時の西ドイツ代表ですが、17ゲーム3点を取った選手です。もちろんこのペトロビッチも代表プレーヤーではあります。ユーゴですが現在のセルビアモンテネグロ、まあ、98年ワールドカップ出ています。まあ、でも日本にやってきたその外国人選手もいろんなこう影響力があったんですが、カーロンさん、やっぱりギドであり、ウーベであり、まあ、もちろん今日出ているペトロであり、そういった意味の影響力は本当持っていた選手ですよね。いや本当にね、特に、まあ、あの僕は闘争心を植え付けたっていう意味ではね、ペトロビッチとギドの影響力が大きかったですね。本当にね、まあ、ギドなんて全然器用じゃないじゃないですか、はい、ところがやっぱりね、僕がよく覚えてるのはね、はい、何年だったかを忘れましたが、リーグのナビス、名古屋戦でね、はい、長田が当たったかな、どっかの向こうの方で、ね、グランパスのホームでやった時にね、はい、まあ、オンゴールでレッズが勝った試合があったんですよ、1対0で、はい、まあ、それもオジェク監督だったんですけども、それでの後半のですね、30分ぐらいだったかな、もうみんなクタクタなんですよ、ね、でカウンターのチャンスになってね、ミドがですね、一人で走っていったんですよ、ゴール前まで、ところがボールは来なかったんですけど、そういうようなですね、本当にプロとしてのですね、ファイトを示す姿勢っていうのをね、僕はレッズの選手の中であの時初めて見ましたね。なるほどね、サバギドの高さですね、本当に強いですね。今でもやっぱヘディングは一番強いかもですね。なんかそういった意味では現役に入って J リーグの中でもこのヘッドやれますね、まだまだね、熱い壁です。でもまあこのリベロという言葉がもともとはこのドイツで原さん、やっぱりベッケンバワーさんがね形作ったポジションですよね、はい、うん、それやっぱりギドが受け継いでやっぱこの人上がってくる、今原さんの話がありましたが、やっぱりすごかったですよね、
ック、あのなんていうんですかね、こう守後ろに守る、守備の時は守ってますけど、攻撃に出てくるタイミングが絶妙ですね。ペトロ元気だな。ペトロビッチからちょっとも長いか、ね、福大のボールです。いいボールでしたね、いや本当にペトロビッチ、ジョジョの倍は動いてますね、はい、それは間違いないと思う、ほらまた出てきましたよ、リドが。そしてフクラムだった、落として、ああウーベがいました。フクラム今落としたんでしょうね、リングでね、はい、打つタイミングではちょっとなかったですかね。ないですね、あ、ペトロね、ペトロビッチファールですね。ペトロはすごいんです。あ、 ここで打てずにあそこで落として、ね、でもう1回前からもらおうというタイミングでもあったんですが、あのね、やめて、はい、やめてというか、うん、現役をやめてね、一番すぐ変わるのはそのスピードと、はい、あとジャンプするバネなんですよね。それがこうははは自分のイメージでちょっとずれてくるんですよ。現役の時の福田だとあれをこう丁寧にポンと落とせてると思うんですけど、ちょっとずれるんですよね。なるほどね、大丈夫ですかね、平川ですよね、はい、とりあえず担架で今外へ運び出されますが、まあ、今日はこういう状況ですから早めに交代というのは当然出てくるでしょう。ペトロビッチも本気モードですからまあこのぐらいオランダリーグでは来るという、そうですよね、ことですかね、平川もね、はい、あ、この表情です。まあ気持ちの中でごめんとなんですけど、ね、いやもうめちゃくちゃあの後ろからとかじゃないんで、はい、大丈夫だと思います、はい。まあ、オランダで活躍ということになれば今日は、マネージャー的な存在になりますが、小野伸二もベンチですよねまあ本当は出たいんでしょうけどね、出たいでしょうけどね、まあ、怪我ですからしょうがないですよ ね、 そうですね。ただ4日のゲームではその怪我を押してね出てくれました。17分間ここでジョジョに行ってもらわないといけないですね。ジョジョ、ジョジョ、福田、ああその後ろ岡野、岡野、惜しかったですね。大きな拍手です。ジョジョから福田、その後ろ岡野、これもペトロが一本出るんですよね。まあ、いいボールですね、今スルーですか、届かなかったですか、届かなかった、ね、届いてないですね、はい。だからあの辺が、まあ、現役の時にあれを触れるぐらいのところに福田入ってくるんですけ ど、はい、ちょっとなんですけどね、そこら辺がこうだんだん現役の時と変わってきてしまうんですけどね、まあ、しょうがないですよ ね、 これはね。でも今の形は福田が前で潰れて岡野っていうのは、はい、昔と同じですよね、はいはいはい、そうですよね、岡野があれ決めてくれればよかったですね上野さん、はい、平川選手戻ったんですけども、どうですか今ちょっとね、まだ痛そうなんで、はい、これ無理しない方がいいですよね、はい、まあ、福田正博も、まあ、本当こう切れ味鋭かった95年、これがまあオジェク監督の時代だったんですが、まあ、J リーグの32点は得点王に輝きました。まあ、もちろんその入団した三菱の89-90というこのシーズンは36点を取って、はい、まあ、得点王ですから、まあ、いわゆるこう2部での得点王ですから、そうですね、1部2部の得点王というのはね、めったに経験できないわけなんですが、はい、まあ、2部でこう自信つけて、はい、それでこう一部に上がっていったということもあると思いますけどね、はい、あの時の斎藤監督だったんですが、ずいぶんやっぱり根性練習が多かったそうで、まあ、ある意味ではそれでまた練習、きつい練習の中で体のキレも戻っていったということですが、岡野、岡野入れる、あ、と続きですかやっぱり岡野でも体調いいですね、うん、元気なだけあってね、千島行きます、うまいですね今、はい、井原行く、でも本当にペトロビッチ動いてますね、今も行きますもんね、ジョジョもこう、ジョジョのこっち帰ってこないといけないですね、今見ててもね、さあこれいいですね、渡辺高政ボールを持ちました、渡辺スルーポン、岡野、福田中にいる、福田、ああ届かない、まだある、まだある、バイが行った、ウーベ出さない、ああよく分かりましたけどね、うまい、ウーベ、まあ、入れた、シュートと飛び込んでいった、渡辺高政、でもね、宇部前の球際のこう持っていくところですか、やっぱうまうまさありますね、はい、もう完全にうまさで持っていってますね、渡辺高政も川野さん、はい、浦和高校ですよ ね、 そうですね、地元ですもんね、地元でしたね、あの頃からやっぱりうまい選手でしたよね、はい、小柄でしたけど、浦和高校から筑波大学です、はい、上野さん、はい、小林選手が入りました、小林博之選手が、あ、博之の方ですね、はい、はい、平川選手に代わって入りました、はい、
原さん、はい、ジョージョ選手なんですけど、はい、周りのディフェンダーみんなからも呼ばれてます。そうでしょ、ジョージョ。だってここから見ててもそう思うもん。もう人気者ですよ、人気者というやっぱりね、みんなの分ね、フォローしてなおかつ出てかなきゃいけないんですよ。現役ですからね。そう、これ水内さん、はい、近くにいてるじゃないですか、ジョージョ。一声かけてってくださいよ、大きな声で。そこから動け、というベンチ前でね、オジェック君からもね、はい、時々ジョージョって言われます、ね、だからまあジョージョという感じではないですね、今今日のプレーはね。ちょっともうちょっとね、13番をつけます。ただジョージョからいつのゲームでしたかね、カノさん、はい、長いボール1本で福田にバッチリやって得点となりましたよね。ありましたね。福田君はですから、はい、ジョージョ の, あのセンタリングが好きなんですよね。そのジョージョ、福田、戻して井原、そしてギド、井原、ペトロビッチが行きます。ジョージョ戻しちゃった。あ、今ペトロビッチ欲しかったんですね。いや、動いてますよ、本当に。渡辺高政から右サイドへ、西野、いいボールだ。岡野、岡野から来た、来た、ガーッと。時間忘れてますが、もう40分もあってんですね、うん、今いいリズムですね、歴代の方がね、ペトロが効いてますね。いや、すごいですよ、本当ですよね。これ今日の全部の中で一番動いてるんですよ。そうでしょうね、本当間違いないです、それは。シュートの数が歴代はまだ1本だけですね。これ打っていかないと点にならないんですが、形は作るんですが、もう一歩です。そう、そのもう一歩が原さんおっしゃる、やっぱり歴代なんですね。まあそうなんですよ、おそらくね。いや、気持ちではね、行ってるんですよ、だけど体がこう一歩遅れちゃったりで、そういうもんですね。ただ気持ちは伝わってきますね、はい、みんなのね、気持ちはおそらく現役以上に持ってますよね。持ってますね、サッカーではよく気持ちを持てという、これよく言われるんですが、まあ、そういう気持ちはもちろん入っています。まあ、気持ちと、ですから、あのオジェク監督がよく言っていたのは、カノさん、はい、ディシプリンですよね。そうですね、規律ということを ね、よく、もう初めてですね、オジェク監督がね、列に来てから ね、そういうことを、ね、言ったのはね、マーフト監督なんかも今厳しく言ってますけどね、まあ、非常に大事なことなんですが、まあ、それを植え付けられました。そうです、ね、はい、あとはまあ本当にシンプルな要求が多かったですよね、オジェク監督っていうのはね、はい。またシンプルな形でボールを運んでゴールを狙うという、そういったシーンが確かによくありましたし、できるプレイヤーが揃ってましたもんね。まあ、あのカウンターサッカー、いい守備だ。いや、井原ですか、はい、この上がるタイミングがいいんですよね、このギドね、はい、188センチです。これででもこの歴代の中で、あの福田ももちろん途中からは、後半に入ってからは現役組に合流しますが、歴代の中で点欲しいですね。そうですね、岡野、はいはい、早いなぁ、来た来た来た、シュートだ、ガーッとクリアした。あ、だからあれがね、気持ちは一点ですよ、よく追ってきたのは早いんですね、自分がイメージしているよりも、はい。いや、あ、でもこれいいリズムですけどね、今 J リーグで91点を取っています福田正博、まあ、91は100に届いていませんが、まあ、しかし、あの代表で9点を取っています。したがってプラス100という数字になります。千葉、千葉、おっと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 、うん、あまあ安全策ということになりましたね。あの辺の西野のキックは現役時代とあんま変わってないかもしれない、あれっていうのはね、西野もそう思ってますけどね、これ。いや、もうそういいんですけど、ああいうのがね、はい、ちょっと怖いシーンが、はい、まだ現役やってたでしょうねさあ、水啓太です。これちょっと歴代はしっかり守ってほしい。もう44分を回っています。もう全部ギドですね、全部ギドです、今日は全部勝ってますね、はい。いや、でもこれ本当の J リーグでピンチヘッドなんてあれば現役組に入ってピンチヘッドっていいですよね、セットプレーのね
ほんと強い。あ、おあチャンスだ、広瀬、広瀬、さあウーベが狙うぞ、9番を狙う福田、ここ得意ですからね福田、行った、ウーベ、ウーベ誰か行かないと、あ本当だ、誰もいない、誰もいない、広瀬、ペトロビッチ、ペトロビッチボールを回します、渡辺隆正、ギド行った、ギド、うん、切り返した、おーっといかせ、上げてくる、打てない。やー菅野さん、なんかそのうわーつらなんかね、そういう気持ちになりますよこれ、ね、今やっぱりもうちょっと早く攻めたかったですね、さあそしてケイタです、これはちょっと合いませんでしたか、まあ時間の方はもう45分を回っています、もうロスタイムに入っています、ロスタイムも1分過ぎました、早いですね、ねえなんか本当早いですね、今日はあんまり現役組の話はしていないんですが、まあ歴代組の話でいいんですもんね、そうですね、はい、はい、いやそして今前半が終了しました、2対0という田中達也と千葉というこの前線の2トップがまあ点を取ったという格好になりました、ただ原さんチャンスも多々あったんですけどね、はい、ありましたね、もう一つですよね、まあよく気持ちが入ったね、うん、あのプレーみんなしてくれてるんで本当そうですね、懐かしくて、うん、時間経つの早かったなっていう感じしますけど、はい、福田正博引退時代、浦和レッドダイヤモンズとそしてレッズ歴代選抜、前半を終了しました、前半は2対0、浦和レッドダイヤモンズがリードを奪っています。いやなんかこう気持ちの入ったプレーが見られますし、そして我々もなんかこう懐かしく、このピッチの上のプレーを、まあ、それぞれの思いで見ていると思うんですが、まあ、前半は2対0、福田正博のゴールはありませんでした。今日はゲストには原博美さんと川野忠さんに来ていただいていますが、原さん、はい、まあ、本当なんか懐かしさというかね、そういったのがこう出てくるし、うん、で原さんもおそらくいろんなことがこう脳裏をね読みてると思うんですよね、そうですね、いろんな選手のプレー、伝わってくるものがありますし、もう思わずやっぱ応援してますね、だからジョージョがこうじれったくなっちゃってね、もうちょっとこう現役選手動いてほしいなって、田口とかね一生懸命スライディングしてね、はい、あの体張ってんのに、もっと言ってほしいなっていうふうに思いますけど、川野さん、はい、本当にそうですね、本当ですね笑っちゃいけないですが、なんか本当そういうプレーだったと思うんで、そうですね、まあ、ただ、はい、本当に45分が早かったですね、ですね、だから僕らのやっぱりね、あの脳裏に焼き付いてるっていうか、はい、本当に思い出に残ってる選手のね懐かしいプレーがね、この目の前で見れてね、もう90分じゃなくてもっともっとやってほしいですね、それやったら歴代大変ですよ、大変ですもう続きません、いやでもペトロビッチは相変わらず、はい、すごい気持ちが入ってますね、ね、伝わりますね、あれやっぱプロフェッショナルだと思います、うん、なんか気持ち指導を今の現役の選手してほしいですね、本当ですね、いや本当に面白い、さあ、いくつかのプレーがありました、いいプレーがありましたので、それをちょっとご紹介をしておきましょうか、はい、もちろん歴代組からいきたいと思うんですが、ギドの壁はすごい壁ですね、原さん、高いですね、これあやっぱりこう世界の壁だったことだけはありますね、ありますね、大きく見えますからね、ひときわね、はい、ひときわやっぱり大きいなと思いますよ、現役投手は多少また肉もついてる、そこまた大きく見えるしね、でも存在感ありますね、ありますね、そしてウーベから、これはもう昔何回も見た、見ましたね、シーンですね、でこれが入ってましたね、やっぱりこうちょんと浮かしたりね、あ、はいはいはい、あるいはこれキーパーを抜こうとして PK を取ったりしてましたね、そうですね、だってウーベがよく言ってましたもん、目をつぶっていても福田にはパスは出せるんですよと、で福田はね走ったらそこにボールが来るんですよという、そうですね、この辺のコンビネーションがねものすごかった、でしかもあのウーベの場合は逆風でもしっかりした計算の中でこれボール出すんですよね、だからぴったりもう福田に行っちゃうというね、そういったプレーが何度か出てくるんですが、でも点を取ったのが現役でしたね、はい、まあそれはそうでしょそうですか、まあそれはそうです、これがね例えばこれ田口とこれ島ですかね、はい、島です、島はやっぱり早いし、この田中達也、これ井原ね現役の時ならこれついてるんですよ、だからほんの一瞬なんですけど、やっぱこう足が出ないし、まあ田中達也は特に速い選手ですからね、これ J でも今途中から出てきたら抑えるの難しいですから、そうなんですよね、でこれもこぼれ球をちょっとやっぱ少しずつ反応が遅れちゃうんですよね、まあ、千葉のゴールは非常に素晴らしいゴールなんですが、確かに原さんおっしゃるように、まあ、歴代
多少こう、ね、プレーから遠ざかっている。だから気持ちは1点だけどその一歩、はい、1.5 歩がどうしても、ね、はい、決まってこないというのは、まあ、しょうがないんでしょうけど、ね、まあ、しょうがないですけど、たださっきから言ってるように気持ちは伝わってくるし、そのプレー一つ一つ見て、それで我々もその昔のシーンをこういろいろね、一つのシーン見ると、遠ぐらいっていうかね、数え切れないぐらいこう思い出してくるんですよ。おさん、あのサポーター今映ってますが、みんなそうでしょうね。いや、そうなんだから前半短く感じたんですよね。本当ですね。いろんなこと思い出して、あの時こうだったな、あったなって、ペトロビッチああやって退場になった時もあったのかなとかいろいろ思ってると、もう時間経ったのがすぐ早くて、だから面白いですよね。本当ですよ。だからやっぱり上々ですね、もっといかないとダメですね。それは間違いないと思います。後半に期待をしたいと思います。前半を終了しています。2対0で現役組がリードを奪っていますが、福田のゴール待っています。この埼玉スタジアム2002、まあ、今ちょっとこう雨が落ちてまいりました。背番号9、まあ、今日この会場にいらした皆さん、そしてまたテレビにご覧の皆さんも、このナンバー9というこの背番号、そして福田正博というこの名前、まあ、いろんなことをこう思い浮かべながら今ご覧をいただいていると思います。89、90、まあ、三菱に入りました。そして92年からプロ契約、レッズのスタート、まあ、レッズでは11年間ということになります。まあ、もちろん95年は32得点は、まあ、日本人としては初めての得点王でした。まあ、思えば駒場スタジアム、まあ、最後のゲームでその1点を取りました。あの時はスキラッチと争っていたんですが、まあ、単独の得点王という、まあ、素晴らしい偉業を達成しました。さあ、その福田正博がこの後半も歴代での出場です。歴代のキックオフで今スタートしました。45分です。そして鈴木に代わって山西が、この浦和レッズの方はメンバー変わっています。そして滝田雄貴に代わって土田沙志が今、ゴールを守るということで、その場内アナウンスがありました。大きな拍手です。さあ原さん、はい、まあ、後半45分、まあ、どういう形を見るか、プレーももちろん面白いんですが、本当に歴代の選手のね、はい、まあ、このプレーをね、本当に今反応してるわけなんですが、今土田が映りますからね。土田は入れられるわけにいかないですね。いや、そうでしょう、ね、で後ろがね、とにかく、まあ、今日はみんなレッズのサポーターであるんですが、はい、まあ、いつもですとこの後ろですよね、背中がね、レッズのサポーターになるわけで、クリアです。土田もかなり気持ちが入っています。んおーっとシュートー取りました。これで今のプレーで加納さん、はい、気持ちは乗りますね。乗りますね。来たら来ますよ、どんどん。土田君でも昨日の紅白戦で面白かったですね。はい、スローイングでもタッチライン割ってましたよ。スローイングでも。そうですか。いやー、うん、でもコーチングまた聞きたいですね。いやー、やっぱり福田とともにホトコレッズを引っ張った一人であります。まあ、そういった意味では、まあ、原さんの時もそうですが、やっぱりキーパーは土田がいて滝田がいて、この2枚看板でしたよね。そうですね、まあ、いいライバルですよね、はい、滝田とね。そうですよね。おっとウーベが持ちました。ウーベからギドです。そして渡辺高政ですから、歴代の方のメンバーの交代はないんですよね。ないです ね、はい、そうですね。キーパーだけですか。そうですよね、はい、うん、岡野行きました。岡野から折り返しボールはコーナーになります。室井一恵が今マークに来ました。まあ、この辺は加納さん、はい、レッズと神戸という意味合いでしたね。今なんか一恵も絶対に ね、もうレッズ帯じゃなかったですよね。はい、相手は神戸だみたいな顔してました。この前岡野のセントリングから2点取られましたからね。あ、デリーグ、はい、5月11日の試合でしたね。加納さん笑っちゃいけませんよね。はい、なんか本当そうですね。どうだ、あっと山岸守ったか。もう一回コーナーです。これもウーベが蹴ります。山岸も土田同様にこの声という意味では、加納さん、はい、両方から大きな声が出ますよ。いや、本当にね、負けないですね。負けないですね、ウーベニアサイド、ギドか、ギド2人、あ、そうですね、2人行かれました。行けますね、はい、さあ、そしてケイタが持って、おお、ペトロビッチ相変わらず走りますね。できてますね、そして渡辺から土田、まさき、まさき、まあ、土橋まさき、背番号4番、
まあ、これまではその井原が入ってきた時もその背番号にこだわれば川野さん、はい、4という数字が一つあったんですが、そうでしたね、土足だったんですよ。そうですね、で井原が3だったんですね、やっぱりあの J1 昇格ゴールが、はい、ずいぶんイメージ叩きつけましたね。いやもちろんあれはね、驚きましたけど ね、いやすごいでもシュートでしたよね入った瞬間はね、まさかと思いましたけどね、はい、まあ、しっかりあれで背番号4番土足正樹の名字を植え付けました。おっと啓太打ってきました。で2年おととしですかね、あのレッツというよりも三菱からの50年という、ね、記念行事があって、まあ、埼玉市内のデパートで、まあ、そういったイベントがあったんですが、うん、あの入り口を入ってそのすぐにそのサポーターが見るのが実は土橋正樹のシューズだったんですよね、はいはい、なんで入ってすぐなんだと、はい、僕は福田と一緒に行ったんですがねなんで福田のユニフォームじゃないんだと、なんで正樹のシューズなんだという話だったんですが、それほど強烈なものでした。おー渡辺です。ペトロビッチ、西野、ギド、井原。ギドは今日は90分フルというのは決まっているそうなんですが、あ、そうですか、その他どういうふうになるんでしょうか。まあ、外国人選手はとにかく昨日も本当に招待をされて非常に嬉しいという話をしていました。あ、いいですねこれ。岡野、ただね福田しかいないんですよゴール前、これずっとそうですけどね、やっぱあそこにもう1人2人入っていかないと厳しいですね、点取るのは。でやっぱり気になるのはあの原さん、本当ジョージョが今でも本当入っていっていいんですよ、あれね、入っていかなきゃダメですね、上野さん、はい、下にですね、滝田さんに来てもらいました。お願いします。はい、滝田さん、まあ、45分間お疲れ様でした。いかがでした。いや、 やっぱり楽しいですよね、あのこの真っ赤なあのサポーターに囲まれて試合するとでも違和感なかったですよねまあ、福田さんの引退試合ということで、はい、まあ、そういうの行事だったんですけども、福田さんに対してはいかがですか。本当に、ね、あの長い間本当レッツの、ね、顔としていろんなプレッシャーの中本当にご苦労様って言いたいですよね、うん、こうディフェンダーが、ね、相変わらず強力でしたけども、うん、ギドといい田口さんといい、うん、本当に、ね、シンプルなんで本当に分かりやすくて、ね、守りやすいですよね。あの違和感もなくできました。いや全然本当に一回喧嘩しておきました、はい、まあ、あのね、滝田さんもはっきり言って今一番色が黒いんですけど、はいはい、やっぱりあの外の仕事なん でベトナムにも、ね、キャンプ行ってきたんで、はい、真っ黒になってしまいました、はい、私さんも、ね、今後まだいろいろありますけども、はい、頑張ってください、ね、はい、どうもありがとうございます、あのまた誰かの引退試合がこういう形であればね誰になるか分かりませんけど、はい、ぜひまたやりましょう、はい、どうもありがとうございました。滝田選手でした。はい、滝田選手は現在は横浜 FC のゴールキーパーコーチです。まあ、ですからもちろん現役とプレーをしているわけでまだまだタフな選手です。まあ、土田久志選手とは原さん全然こう、キャラクターの違うタイプでしたよね。あ、そうですね、ただお互いがこうライバル意識持ってね、はい、あの緊張感持っていつも、支えてくれたんじゃないですかね。そうでしょうね、まあ、その土田久志選手です。大きな声を出します。それから今日あの外国人選手の中で実はあのベギリスタイン選手も招集されそう、招集というかまあ代表ではないんですが、あの今日のインタビューに、ね、招待されるということだったんですが、はい、あのスペインの方がちょっと今一番忙しい時期に入りました ね、 そうですね、来ることができませんでした。まあ、彼もバルセロナの会長選挙にもちょっと関係しているということで、ね、あの電話この前したんですけど、あ、そうですか、あのくれぐれもこう皆さんによろしくということは言ってました。なるほど、はいはい、ペトロビッチです。あ、いいボールだ。福田、岡野が逆サイド行きます。福田入れた、岡野その後ろから渡辺高さシュート、あーっと、あー惜しい惜しい惜しい、惜しかったですね今。いやいいプレーでした。あ、福田のボール、ペトロビッチからこの福田へのボールも良かったし、この後岡野が潰れてこれ渡辺ですよね。そうですよね。うわ、これポストに嫌われてましたね。ポストですね。完璧な形を作りました。まだチャンスあります。スローインです。ペトロビッチ、うん、来た、岡野、コーナーです、コーナーキックです。今のあのスローインからウーベバインが落として福田なんていうのを、これもよくありましたね、これウーベバイン落としうまいですからね、これ、はい、これはその前のクロスですね。惜しかったですね、これポンプ、これは入って惜しかったですね、これね、
さあチャンスです。ウーベシュートいいの、その前に笛でしたかね、その前でしたね、今日はあの辺ファンの笛いらないですよねできるだけ打ってしまうまでねそうですね、上野さん、はい、今度はですね田口さんに来てもらいました。はいはいはい、田口さんお疲れ様です。お疲れ様です。いや途中交代でしたけど、あれ肩大丈夫ですか、冷やしてないですよね。アピールアピール、もう あそこで止めたいと切れちゃうから、桃村が、はい、体の方はいかがですか、大丈夫ですか。いやきつかったですな、ちょっとお役に立てるかなと思ったんですけど、やっぱ体老体無知に対したんですけど頑張りましたね、うん、でもヘディングもねしっかりもうバチ設定、はい、コーナーキックがチャンスがあったらね行きたかったんですけどね、はい、狙ってたんですけどね、はい、ちょっとねフレンドリーマッチにしたらちょっと相手厳しすぎますよ審判吉田さん大学の先輩なんですけど、もうちょっとこっちのチームに年齢平均年齢だいぶ高いんですから、よろしくお願いします。でも田口さんのねイエローカードもこう周りの人たちは期待したのもあった。そうです、イエローカード出してもらいたかったのその前にその前に監督からレッドカードもらってしまいました、はい、久しぶりに、まあ、ギドとかね、まあ、滝田さんもそうですけども、こう一緒にやってみて他のメンバーでやっていかがでした。いややっぱりね威圧感というのがすごいですね、まあ、やっぱり井原にしてもギドにしてもね、やっぱりもうその世界でやってきた選手たちっていうのをね、まあ、横にいてもうすごい僕は名誉だったし、今日このグラウンドに立てて、やっぱ福田選手のねこういうところにグラウンドが30分でもねピッチに立ったっていうのは本当に自分にとっても一生忘れられない思い出になると思うし、福ちゃんがね早くゴール決めてもらいたいなと思ってます、ね、ちょっとねお芝居もあったんですけどね、ウーベからね、惜しかったですね。でもねみんなね福にとって笑おうって思って、今すごいですよハーフタイム、ハーフタイムどんな感じだったんですか。いやハーフタイムね、福が1点入れてくれってペトロビッチの俺ね、ペトロワンゴールって言ったらね、ノー福って言ってました、ね、彼がペトロが福田さんに取らせたいと。そうなんだね、みんなね彼を、ね、男にしたいっていう、ね、気持ちがね今日のゲームひしと感じてますよ、うん、ちょっと別 OB の方でね、はい、出てもらいたいですよね福田さんもね。そうですね、ぜひとも頑張ってもらいたいと思います。はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。という田口さんだったんですが、まあ確かにプレーをしていて楽しかったんだなという、まあ、そういった気持ちがなんか伝わってきました、うん、なかなか本当こういう機会ってないですからね。まあ、でも田口のプレーも本当に懐かしくてね、気持ち入ってましたね。本当ですよ ね、まあ、あのぐらいででも怪我しちゃうから、はい、よかった、まあ、いいところでしょうね時間的には、ね、危ないですよ田口の場合は、本当にどっか切れちゃったりし、それまで行っちゃいますからね、はい、ですからオジェクからレッドをもらったと言いましたが、まあまあね、それが良かったと懸命でしたね、はい、それからハーフタイムでペトロビッチがね福田という話だったそうですが、そのためにものすごい動いてるわけですね今ね。いや、動いてますね。ねえ上野さん、あ、はい、交代ですね、はい、はい、井原さんに代わって、堀さんですね。堀ですね、堀も今その J2 湘南のコーチという形で、まあ、昨日あたりもちょっとこう前夜祭あったんですが間に合いませんでした、まあ、福田と非常に仲のいい選手です。あ、そうですね、仲良かったですね、はい、高校時代からね。そうなんですよ ね、ただ福田負けてるんです高校時代はね。そうなんですね、堀さんの一発 で全国選手権には行けなかったというね、はい、これからね、井原ですね、はい、そして堀が入っていきます。大きな拍手です。でもそれぞれのサポーターは原さん、うん、本当になんか今感動をもらってますね。まあね、岡野とも今拍手をして出ていきます。まあ井原らしいプレーが随所にね、はい、見られましたし、ね、はいはい、この放送でからもなんかこう拍手を受けたいという感じがありますが、さあここからまた田中達也からボールでスイッケータが打ってきました。上野さん、はい、井原さんにそのまま来てもらいました、はいはいはい、ご苦労様です。井原さんお疲れ様です。いやありがとうございます。どうでした。いやね前半ねやられたくなかったんだけどね、一瞬のやっぱりそういうスピードとか元気はやっぱりね、そのちょっとしたところがねやっぱ体が切れるので、そこでやられてしまったのがちょっと悔しいですけどね。井原さんも、まあ、引退されてから、まあ、何ヶ月経ってますけど、トレーニングの方はしたんですか。まあ、この引退試合に合わせてやっとかないとと思ったので、まあ、福田さんと一緒にやれる最後の試合ですし、まあ、恥ずかしいプレーできないのでしっかり調整しておこうと思いましたし、福田さんにやっぱりいい形で、引退試合を、ね、最後送り出したいと思ったので、まあ、なんとか体を動かしてたんですけどね。でも井原さんにとってみると、こうギドとか
田口さんというのは初めてこうコンビを組む、ね、レッズを誇るセンターバックですけど、そうですね、やっぱり非常に高さもあって硬かったし、一緒にやれてね、非常に楽しかったし、まあ、中盤もね、バインとかね、ベトロとかいて、そこから福田さんにね、いいスルーパスとか結構チャンスあったからね、かきちゃん決めてほしいんだけどねもうなんかみんながそういう気持ちになってみたいですね、はい、いやでも本当に一緒にやってて楽しかったですよ、はい、井原さん、はい、上野ですが、どうもお疲れ様です。ありがとうございます。上から見ててね、今日ゲストは原さんなんですよ、はい、まだまだいけんのになと言ってますが原さん、いやもう目いっぱいでした、ね、いやだいぶ語りは良くなってるんで現役もああそうですか、頑張ってね、またね、はい、ありがとうございます、うん、原さん、井原さんが FC 東京ってのはないですか。何コーチで、いやコーチで元気ではもないですか。元気はないな、もうな、いや元気はないですよ、それはもうねえ、また違う道で、はい、よろしくお願いします。お疲れ様でした。どうも原選手でした。でもそれぞれやっぱり原さん爽やかな顔してますね。そうですね、いい顔してますね、やっぱり ね、ねえ、またこれで井原も、はい、解説なり、もう良くなるかもわかんないですね、元気とやってみて、はい、時間の方はもう14分を回っています。そろそろ金さん行きたいですね、福田行きたいですね、行きたいですね、ちょっとあれですね、まあバインに今球が集まってないですね、ボール取れてないですもんね。それとこれからの時間は金さん、これ疲れも出てきますよ。出てきますよね、ますますね、この辺がやっぱり上々ですか、ポイントはあそこで何かしてくんないとね、左にいるだけじゃなくて、本当ですよね、スペース作ったり、やっぱりあそこが物足んないね。これ渡辺やたらこう右側で動いてるんですよね。よその渡辺行きました。渡辺行きました。このぐらい徐々にも走ってもらわないといけないですね。本当ですよね。三上からボールは山岸。そしてペトロビッチ。気持ち入ってますね。しかし入ってますね。だからペトロビッチも考えたら、まあ98年の J デビューですから、まあ、原さんの監督の初年度ですもんね。そうですね。まあ、3月21日の開幕は3対2市原に勝ったゲーム、これがペトロビッチのデビューです。初得点はセカンドへ入っての開幕でした。8月の22平塚4回で勝ったゲームなんですが、この時のまあ得点もやっと上場出てきましたね。上場速いボールを岡野、うん、欲しいですね、まあ、このくらいは当然のようにやらなきゃいけないんですが、だからジョジョが出ていけばチャンスになるわけです、うん、ただ歴代はそれぞれが疲れてくる時間に入りますが、ジョジョあまり動いてないからこれ疲れはないですよね。これから来ますよ、これから行ってもらわないと、中に入ったダメだ。うん、やっぱりペトロビッチは動いてますね。動いてますね。すごいプレイヤーですね。まあ、Jリングは46試合3点を取っているこのペトロビッチです。さあウーベのコーナーキックです。こういうとこは1点取りたいですね、はい、ギドが上がっていく、ギドが決まった。あギドです。当たってますよね、でもね、はい、頭にはね、全部ギドですね、コーナーはコーナーですかね、今ね、うわ、最終的には室井当たって室井ですかね、ですね、感じですかね、はい、まあ分かんないのは歴代のコーナーでいいですよ、はい、いや室井もヘッド強いんですが、カノさん今日のギドを見ててすごいなと思ってますか、ね、本当にね、格違いますね、違いますね。いやおー入った、いらない、うわー惜しい、ジョージョーじゃないですか、やっぱりジョージョー触れば入りましたね、ジョージョー、その入れてくれればね、広瀬もいいキック蹴りますね、やっぱり、チャンス、うわーこれうわちょっと行ってほしいですね、今ね、うもう一回、今度はウーベ、キーパー山岸です、こぼれています、このボールを取りたい、広瀬が追っていきますが、啓太が行きました、ボールは出ていません。堀高文、堀も今日はディフェンダー登録ですが、この人は原さんどこでも行きますからね、はい、まあ、フォワードからディフェンダーまでね、素晴らしいシュートもありますし、ですよね、一振り欲しいですね、一振りね、まあ、93年から堀はいます。 J デビューガンバ戦一例という開幕戦でもちろん、デビューを果たしていますが、おっと強いボール伸びてきました。堀君は92年のナビスコカップでよく点を取ってましたね、はい、あ、取りましたね、
7ゲームで2点を取ったのがそのナ、ね、ビスコカップでした。18分を回っています。も確かいつでしたかのフレンドリーマッチでスッドから当選だったと思うんですが、フォワードでプレーをしました。フォワードで非常にいいプレーをして、あの時にたまたまの福田正博さんが故障してまして、まあ、放送席のまあ特別ゲストで、来ていただいた時に、いや堀もやりますねという話をしていたんですがだからまあある意味ではどこでもできる本当こういい選手です。実際に、はい、本当にあれですよね、確かキーパーとセンターバック以外全部やってたんじゃなかったんですかね。やったでしょうね、だったらキーパーもやっとけばよかったですねペトロビッチです。ペトロビッチ、ウーベ、トラップいいですね、はい、福田がよく言うんですが、当然このウーベがいてその後に小野伸二が来るという、はい、まあ、この辺のパスをね、まあ、当然福田がもらっているわけなんですが、まあ、そのなんとか質の違いというか、はい、小野伸二の場合は絶対成功率の高いパス、はい、ですからワンタッチよりはあえてこうルックアップしながら最高のパスを出すタイプ、はい、ウーベはとにかくダイレクトでポンとくるタイプ、ね、ということを言ってましたよね。まあ、福田のやっぱり素晴らしいところはそういう相手の違いによってね、こう動き方を変えたりとかタイミング変えたりというのはできますね、はい、おっとシュートが、まあ、今でも覚えてますけど、はい、こうウーベバインに、ね、ますね、はい、シンジと最初にやった時にやっぱりシンジのどういうのタイミングで出てくるか、はい、練習の時こうちょっと戸惑ってたんですよ、ところがある時からあこういうタイミングで出てくるなって分かったら、はい、もうそういう動き方をして、はい、でシンジがそうだったら俺はこう動くからって言ってたのを覚えてますね、今でも、逆に福田はそのシンジ来た時に、もうシンジに謝った時ありますね、あそのタイミングで出てくるんだったら俺それで走るわって言ってね、でもそのぐらいやっぱりこう人に合わせるというかやっぱりストライカーとしてね必要ですね、ボールの質とかタイミング合わせるっていう能力ありますね、はい、だ僕は福田はやっぱもうちょっとね、はい、遅かったら、今海外行っても十分やれるのは、ね、僕は福田みたいなタイプだと思います、ね、日本人のストライカーが、体でガンガン行くというのはなかなか難しいんで、はい、こう瞬間的に、動いて突破していくというタイプ、はい、それはやっぱ福田だったんじゃないかなとい うに思いますけ なるほどね。で実際外国のヨーロッパの強いチームとかの方が強いでしょ、はい、福田って、うんうん、そうですね、ね、はい、そこでやらせてみたかったなっていうのは思いはありますけどね。今でこそなんかヨーロッパ行くのはね、もうごく普通に我々も捉えますが、の頃はまだまだそういう、ね、感じはなかったですから、なかったですけど、福田はやっぱりタイミングさえ合えば ね、ウーベバインとなんか一緒のチームでやってたら間違いなく点入れてたと思いますね。いやですから福田自身もあの32点を取った時はもちろんウーベの力が非常に大きかったという話をしますが、ただ PK もあの時は多かったんですが、ただ PK をもらいに行ったことは一度もなかったという話をしています。やっぱり切れていたんですよね。そうですね、あの時は素晴らしかったですね、はい、まあ、その辺は今のフォワードの選手にもちょっと見習ってほしいところですよね。例えばね、福田はやっぱストライカータイプ、もう一人こうがっちりしたポストプレーみたいな選手がいて、はい、うん、その周り自由にやってたら、間違いなく点取ると思います。自分のこの生かし方っていうのはやっぱりよく知ってましたね、生きどころっていうのはね、はい、ここはまた正樹が行きますが、現役のチャンスになります。ゆっくりボールを回して、ちょっとやっぱり歴代の足がね、今ね、足が止まるんですよ、もうしょうがないんですが、ただもうなんとかこう、まあレッツの現役の方もあんまり策がないですねなるほど、それ以上のコメントはちょっと、はい、そうですね、立ち回りここで踏ん張って、はい、うん、なんとかこう福田にいい形でっていうところですかね。そうなんですよね、福田がだからこの現役組に場所を変える前に本当こう歴代で1点取ってほしいんですが、うん、あうまいですね、バインのこういうパスはね、はい、もう全部ダイレクトきますよね。あうまい、岡野、おっと、ね、これはファールですね、ファール欲しいですね、岡野、あファールファールなってないんですか、なってないですね、やっぱりね、多分ね、はい、レフリーの方もこういう引退試合っていうのはあんま慣れてないと思うんですよ、はいはいはい、それはおそらくあるでしょうね。だからさっきの前半のペトロビッチのもそうだし、やっぱこう、少し普通通り吹いちゃうとダメですね、もう少しこう、うまく盛り上げてもらわないと、ありますね、
いやでも確かにそうですね、ただまあスペシャルレフェリーとしての立場もありますんでしっかり行こうというのがあるんでしょうが、上野さん、はい、広瀬さんに代わって川井隆二選手入りますね、はい、広瀬選手は、まあ、ここで、終わりというとなりました。広瀬もこの J リーグでは172試合13点を取った名プレーヤーです。まあ、フリーキックの得点力はまあ中学校時代から有名でした。まあ、レッズでも数々のゴールを生んでくれました。その広瀬が下がって、そして玉井が入ってまいります。まあ、歴代選抜ですが、川野さん、現役ですからね、はい、そうですね、マリノスで ね、はい、まあ、ちょっとリュウジが入ったことで、ね、動いてもらわないとね、はい、あそこでね、いい形でボール取ってね、はい、速い攻めできるようになるんじゃないですかね。シュートです。まあ、そのための交代ですもんね、これね。そうですね、もっともっとね、はい、まあ、プッシュアップして、バインを助けないとダメですね。宇野、はい、さん、はい、広瀬さんに来てもらいました。はい、お願いします。お疲れですが、広瀬さん、お疲れ様です。お疲れ様でした。いかがですか、福田さんの、まあ、引退試合ということですが、まあ、こうやって昔のメンバーとやってみて。そうですね、これもね、出てないぐらいですよね。また昔の、ね、仲間と再会できて、プレーできるというのは本当に幸せに思ってます。ウーベとかペトロとかそういったメンバーと中盤をやってみて結構動いたんじゃないですか、広瀬さんも。いや、うん、まあ、自分なりに頑張ったつもりですけども、非常にこうバランスがいいんで、やりやすかったですね。広瀬さんも福田さんとはこう長かったわけですけども、今日も意識してパスしたんじゃないですか。まだ僕のこう疲労度が、少ない時には周り見えてたんですけども、なるべくこう福田というよりも、まあ、ウーベの方をこう狙いながらね、ゆうべから福田っていうような、チャンスが作れればなと思ってたんですけど、残念ながら今ちょっと負けてますけどね。そうですね、まあ、なんとかこう福田にね、点取ってもらってね、みんなでこう盛り上がっていきたいと思いますけどね。広瀬さんもこういう雰囲気の中でやれて結構良かったんですか。いや、本当に3年ぶりなんで、このためにトレーニングも積んだし、本当に、またこう埼玉スタジアムにこれだけのサポーターが入ってくれてね、非常に、楽しくできました。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。広瀬さんも、まあ、歴代呼ばれるであろうと自分では思っていたそうですが、でも実際呼ばれるかどうか非常にドキドキして待っていたそうなんですが、なんか気持ちわかりますよね。ドキドキして待ってたっていうのが広瀬らしいですよ。まあ、ペトロビッチは俺を呼べっていう、そういうタイプなんでね。本当ですよね。まあ、呼ばなくても来ちゃう人もですね。いや、でもこういった中で、うん、おっと福田バイン。さあ、そしてペトロビッチです。岡野をちょっと呼んでいますが、右サイド渡辺高政に持ってきました。そして西野一旦下げます。河合が今一番後ろ、ギドが上がっていました。そして堀高文、ギド、西野、時間の方がもう26分。いや、そろそろ行きたいな、行きたいな。まあ、もちろん点を取られることは現役サイドから言えば屈辱なんですが、どっかに何か一つプレゼントがあってもいいかなという福田。ちょっと長いか、長いか、追いつかないか。後半26分を回っています。2対0、現役組が今2点をリードしています。今上場から福田にボールが入ろうという瞬間だったんですが、やっぱりあそこからセンターリング入っても一歩の差でちょっと現役に負けてしまいました。抜けましたね。土田頑張って惜しかったが、3点目達也取りました。まあ、しょうがない。まあね、もうやられるとするとこの形ですよね、まあ、早い形でね。今は加納さん、やっぱり福田に点が欲しいんでみんな言ってるんですよね。そうでしたね、もうライン上げてましたから ね、そうすると福田もしょうがないんですよ。ここで裏行かれちゃうとやっぱり厳しい感じですね。上野さん、はい、池田信さん入りますね。福田さんに一度変わりますね。あ、なるほど。ことで福田さん変わって多分レッツの方に行くんですね、はい、ということは歴代で点が取れなかったんですね。そうですね。そして今これブーイング、あのサポーターの皆さんはこれで福田がいなくなるという気持ちで今ブーイングなんですが、まあ、しばらく休んでから入るんですね。そのまま直行してます、下に着替えに行ってます、はい、9番。あ、そして今オジェックが
渡辺隆正を呼びましたね。これ尾関監督も本気モードなんですが、池田信康が入っていきました。池田信康は93年のサントリーが J リーグデビューになります。渡辺を呼んで、これ原さんどんなこと言ってますかね。どうですかね、想像ですが、最後やっぱり1点ね、はい、取りに行きたい、なんかシステム変えるかなんかするのかもわかんないですね。運動量が多いんでね、やっぱりその辺はあの裏に出てきてるようなことを言ってます。渡辺中行きましたね今ね、はい、で前に行くんですよね。岡のサイドに置いてるのかもわかんないですね。そうですね、腕からもらった時に多分前に反応しろってことでしょうね。そして渡辺が今前に行きました。岡のボールを持っています。岡の、そしてノーズレットシュート、岡野が点を取りました。歴代1点を返します。大きな歓声がこだまします。埼玉スタジアム、岡野正幸が点を取りました。うわ、左足珍しいですね。すあんなに長い左足のシュートは。もう一回見ましょう。どうですか。いやー、いいシュートだ。あれは取れないですね、キーパ ー、 あー、やっぱり現役です、岡野正幸。そうですね、いや、岡野もなんか今の大歓声は川野さん、はい、ワールドカップ予選のゴールみたいじゃないですか。本当ですね、情報あるね。レッズでね、席を置いて、そしてワールドカップ予選で点を取って、で、はい、初めてフランス行きが決まったというね、はい、それにも似たような大歓声でした。さあ、これ2対1で、いや3対1ですね。ただ福田がその後に点って入る、これがなんか皮肉ですね。今福田はおそらくお色直しということになります。もうどんどん行ってほしいんですが、まあ、どんどん行くにはちょっと疲れはありますが、池田信康ボールを持ちました。池田信康も岡野さんもいろいろこう思い出はありますね。ありますね、なるほどね、もう、ね、上野さん、はい、福田さん入りますね、千島選手に対するですね。千島、はい、そしてこの大歓声は今度はお色直し、赤いユニフォーム現役組に合流です。まあ、ある意味では原さん、これで点は取れますよね。そうですね、ね、取りやすくなりますよ ね、 ね、これで歴代が猛反撃ということになるでしょうね。ただ歴代は気の利いたプレイヤーが多いですから、はい、多少のチャンスになったら、はい、どっかでね、そういったチャンスを与えてくれるかも分かりませんが、大歓声で福田正博が現役組に合流しました。赤いユニフォームです。さあ、あとは福田正博が点を取るだけ。後半の31分を回っています。これ福田前にいるだけで原さん、達也が走ってくれますし、もう折り返してくれればね。そうですね、福田正博、いよいよその時がやってきそうな雰囲気になってまいりました。現役でこの J リーグでは91点を取っています。そして日本代表では9点を取りました。もちろん日本のこの輝ける、まあ、星としてスタートして、このプレーを数々、まあ、このサポーターの前に見せてくれましたが、その福田が点を取る瞬間がだんだん近づいてきそうな、そんな気配がこの埼玉スタジアムにあります。西野、岡野、3対1です。浦和レッズが2点をリードしています。田中持った、福田が目の前にいる。そして一旦左へ開いていきます。三上から福田、これがよく競ってますね。堀と競りましたね。まあ、堀という選手も加納さん、はい、ずっとこう、ね、福田とも長いことプレーしていますが、そうですね、福田のやることを堀がやってましたね。なんか私生活もこう真似をするようなね。そうでしたね。そんな中こうやっぱり尊敬する一人だったんですよね。本当ですね、いやでも本当練習場でもいつも話してましたもんね。そうなんですよ、お二人はね、まあ、湘南ボーイって言われてましたね、はいはいはい、昔はね。上野さん、はい、今度はですね、レッツの方から千島選手に来てもらいました。はいはい、お疲れ様です。お疲れ様です。どうですか、お福田さん憧れでしたよね。憧れの福田さんとやって、まあ、敵チームだったんですけど一緒のピッチで、プレーできて楽しかったです。こう現役の方としては今日はどういう気持ちでこう戦ったの。まあ、やっぱり負けられないでね、勝ちたかったんですけど、まだ、まあ、試合終わってないですけど、このまま勝てればいいと思います。
こう福田さんと交代するときどんな気持ちでした？まあ交代するのは残念でしたけど福田さんと交代だったっていうことで。福田持っていった福田福田シュートー止まれた。まあ、でもね今度は福島選手が生え抜きとして福田さんをね追っていく立場ですから。そうですね、まあいつの日か9番背負えるように頑張ります。ありがとうございました。千葉選手もとにかく絶好調です。まあリーグでも頑張ってほしい一人です。原さん今ビッグチャンスでしたね、今センタリングですかね。どうなんですか角度的にはちょっと確かに、ね、難しい角度で逆サイド田中達也が走っていた、まあ、そういったプレーだったかも分かりません。ただまあボールポジションは当然現役宮はどんどんこれボールを持てるわけですから福田のチャンスも広がってきます。田中達也持ちました。これも福田が中に行った。福田とボールは後ろです。3対1、今歴代が1点だけなんですが、まあ、現在は福田はこの現役組です。浦和レッズのユニフォームを着ています。そして三上のキック、室井が上がっていきます。こぼれてくる、福田、あっと入りました。シュートだー、福田福田福田が点を取りました。ようやく来た福田正博、背番号9、サポーターの前で大きな1点を取ります。福田が取りました。この大歓声に川野さんなんかゾクゾクってしますね。いや本当むしゃぶりしますね。もう今本当笑顔はじけてましたね、2人もね。完璧。いやでもこれはさすが歴代はしっかり分かってますよ、分かってますよ今日のゲームの持つ意味。みんな3人固まってましたよ、みんな違う方にわざと言ってますから、でもねやっぱ福田こういうのでよく取りましたよね。いいジャンプしてますね。さすが歴代ですね。本当ですね。ゲットゴール福田、何度も何度もこのホームで聞かれたこの声援ですが、その前で福田がゲットゴール1点を取りました。あと1点欲しいですね福田君。はい、そうですね。いやでもなんか原さん、はい、本当こういうなんか状況の中でね、はい、でみんながみんなこう福田に1点を取らせようという、そういった中で1点を取って、なんかこのスタジアムの雰囲気もね、そうですね、なんか一つになってますねこれね、はい、池田信康ゴールを取った後の川さんパフォーマンスでしたね。そうでした ね、いろんなことを考えてました。考えてましたね、はい、この人も川さんね怪我多かったんですが、怪我なければ本当トッププレイヤーですよ。いや本当ですよね、もうねそれやっぱりこう、はい、チームのムードメーカーの一つもありましたよね、岡野。上野さん、はい、岩瀬選手がですね、岩瀬君が、ウーベバイン選手がありますね。あ、ウーベですか。そして西部選手が、はい、土田コーチと土田コーチがありますね、はい、なるほど。歴代は選手を変えてまいります。もう1点くるか、おっと逆サイド土田久志が取りました。土田も本当に大きな声を上げていました。あ、ペトロビッチはまだ走りますよペトロビッチも福田がいなくなってから今度は本人の1点にこだわりますね、これね、おそらくね。そうですよね、この表情だし、いい表情してますねいや動いてますよ、でも今日は審判とはフレンドリーですが、まあ、本当に一つ切れたら怖いという場面が多々ありました原さんもベンチでおそらくね、もういいからもう静かにしててっていうシーンは結構あったでしょうね。いやー、もう、はい、止まんなかったですね。まあでもそれが持ち味ですね、そうなんですよね、うん。あ、そしてウーベが下がっていきます。土田久志も下がっていきます。あ、ウーベが下がっていきましたが、原さん、はい、このね、懐かしかったし、やっぱりうまいですね、技術はもう本当にありますし、うん、副大のパスやっぱり素晴らしいですね、はい、今がっちりオジェクトと足を交わしました。シュッと狙っていきます。やっぱり可愛いですね、ブフバルト、あ、ギドですか、やっぱり一番強いですね、うん、今でも、はい、そうですね、ちょっとやっぱ格が違いますね、格がね。上野さん、土田選手にといいますか、はいはい、コーチに来てみました、はい、お疲れです。お疲れ様でした。
後半からの登場でしたが。そうですね、まあ、楽しくやることができました。まあ、試合前にスタメンじゃないと怒ってましたね。そう、本当にいや、そうです、もう分かってましたから。まあ、今先ほどね、福田選手取りましたけど、あのちょっとこう、どぐりでしたね。ね、それ以前に過去の得点王で点入れられたことないの福田だけだったのにね、まあ、入れられちゃってまあこれでいいのかな。でもこう久しぶりに、まあ、このメンバー、いろんなメンバーといかがでした。いや本当ありがたかったですよね。いや本当楽しかったし、皆さんに楽しんでいただけたんじゃないでしょうか。本当またこういう機会があればやりたいですね。うん、あの福田さんと同期入社ですからね、ずっと一緒にやってきて、福田さんに対してはいかがですか。いや皆さんの思っていること一緒ですよ。本当福はもうミスターレッズですから、ね、皆さんに思っていることが多いと一緒です。それは福田さんとこうコンビを組んでレッズを支えていくみたいなこともあるかもしれませんしね。そうですね、そうなれば嬉しいですね。ぜひあのまた体鍛え直してくださいね。どうもすみませんでした。お疲れ様でした。ありがとうございました。須田コーチでした。まあ、須田選手も、まあ、今日はピッチの中いいプレーを見せてくれました。まあそうか、得点王で点を取れていなかったのは福田だけ、当然、まあ、そうなりますね。同チームでしたから、その福田に1点を取られてしまいました。福田、須田コーチです。さあしかし今歴代が原さんすごいプレー出ましたね。そうですね、点を取るためのね、はい、多少現役が恐れ気味という感じだったんですが、もちろん点にはなっていませんが、もうあしかしあと金さん5分ですよ。あ、もうそんなですか。いやもっと見たいですね。見たいですね、これね。あと5分です。もう40分を回りました。まさきからもう1点欲しい。福田逆サイド行きます。そうスルー出たー。そう分かっ狙ってましたね。狙ってました ね、小林洋介です。ペトロビッチから池田信康、そして西野勤、歴代の名プレーヤーが今日はこの埼玉スタジアムでプレーをしています。しかしギドも体力ありますね。ありますね。いや昨日だから前夜差で90分出るんだと福田から聞いたんですが、本当かなと思ったんですが、うん、本当やりますね。すごいですね。すごいですよ。まあ福田もギドとは何度も何度も食事を共にしていますが、一度こうトークショーで福田と話をしていたんですが、ギドが非常にこう寿司が好きなんですよね。やっぱりあの連れて行かれる場所がやっぱりいいお寿司屋さんでいいものを出してもらって、いや寿司屋うまいよということがね、ギドには随分あったそうですが、ただギドの、日本で寿司好きが経験なかったであろうのが回転寿司だという話をしてましたけどね。ギドも回転寿司つまんでほしかったなという福田は言ってはいましたけどね。回転寿司は行ってないでしょうね。そうですか。これだけ大きな人がね座られてもね窮屈ですよね。さあここはまた歴代のチャンスになりますが、わあ今原さんが教えてくれましたが、入場者数が5万170人、5万超えてますよ。すごいね。すごいな。しかしさあ歴代のチャンスになります。またここは山岸パンチング、外から打ってくるな。これあれ得意だったんですよ ね、 そうですよね、あの位置からね。堀のシュートヒットしませんでした。そしてクロス一本どうだと山岸を、ここはかなり激しいプレーになりましたが、河合隆二が言っていますが、山岸大丈夫かな。ちょっと頭打ちましたか。横浜で今現役です、河合隆二。まあ、河合も今日はあの南が出ていますが、後輩ですよね。地元西武大高校ですね。はい、上野さん、はい、宇部パインさんに来てもらいました。はいはいはい、お疲れ様でした。Das Spiel war, glaube ich, ganz okay. Nur die unsere gegnerische Mannschaft hat das Spiel ein bisschen zu ernst genommen. 私にとって今までの試合は満足にいくものだと思っております。入った。まあ福田さんと久しぶりにこうコンビを組んでやったわけですけども、まあ、福田さんとのこの引退試合、ウルさんから見ていかがですか。いや、man hat heute gesehen, was er kann und was seine Stärken sind und
Er hat die erste Halbzeit oder hat das ganze Spiel über sehr gut gespielt und zum Glück jetzt auch sein Tor gemacht.あのこれで皆さんがまだ福田選手というものがとてもまだ現役としてやれるんじゃないかというふうに思ったと思います。そして幸運なことに彼はシュートを私たちのために決めてくれました。相変わらずこうボールを持った時は福田さんを見ていいパス出してましたね。上も逆にまだ現役でやれるんじゃないですか。Ja gut, ein bisschen die Kondition fehlt ein bisschen, das Fußballerische ist noch da, aber mit 42 muss man irgendwann auch aufhören.そうですね、それに対してはちょっと難しいコメントなんですけれども、まあ、私の年齢で42歳ですから、まあ、そろそろコンディションを保つことも難しくなってきているので、そろそろやめてもいい時期だと思っております、自分では、宇部さんもいいプレーありがとうございました。まあ、本当に懐かしい顔で、川野さん、はい、とにかくおじさんおじさんと言われて入ってきたんですが、はい、顔はやっぱり変わってないですよね。変わってないです、ヒゲだけですね。そう、年齢はもちろん42歳になってますが、相変わらずなんか心いいおじさんって感じしますよね。本当になんかね、もうちょっとまったりしちゃうようなね、喋ってるといい人ですよね。欲しい時に欲しいボールが来る、走っていけばそこにボールが来る、福田がよく言っていました。もう時間は44分から45分です。45分です。だんだんと福田正博のプレーの時間がなくなってきます。ロスタイム約3分です。約3分です。あと福田正博のプレーは3分です。おっと、これはオフサイドフラッグが当たっています。まあこうなったら得点的には4対1ですか。そうですね、加納さんがおっしゃるようにロスタイム3分。ラストは福田のゴールで終わりたいですね。終わりたいですね。歴代はそのくらいやってくれますけどね。堀高文がボールを持っています。そしてギド・ブッフバルト、ギドも動く、よく動く。そしてスルーは通りませんが、岩佐健も行きました。岩佐健も今フットサルをやっています。まあ、代表にも選ばれたことがあります。まあ、福田さんのこの引退試合に招待されて非常に嬉しいという話をしてくれました。さあ、その福田正博、そしてこのサポーター、もう時間はなくなってまいりました。岩佐が持っています。岩佐もまだまだ素晴らしいプレーが出てきます。いいパスですね。そして池田の VS 岡野、行く裏は取れないか。さあ、あと1点欲しい福田正博、あと1点欲しい福田正博。まあ、4対1、もう歴代1点にこだわらなくていいじゃないかと言いたくなりますが、あ、ここでファールになりました。まあ、歴代の方も意地があるんじゃないですか。意地があるでしょうね。福田には1点入れてもらったし、はい、今度はブファールで行ってますからね、今。なるほど、ギドにじゃ1点取ってもらおうと、はい、ペトロビッチがボールを蹴ります。浮かしました、岡野シュートか。これすぐ蹴りたいですね。本当ですね、早く行きたいですね、時間がありません。いや、普通リードしてるチームはカロさん、ゆっくりでいいですねって言うんですが、そういう問題なんで今ね。三上、もう早く前線にボールを渡したい。三上、早くボールを渡したい。もうキーパーに預けてドーンと一本行ってほしいんですが、時間はなくなってまいりました。手元時計でも47分を待っています。お、ジョージョ、やっと出てきました。ここできましたか。いや、歴代もペトロビッチも行きました。中入れる。いや、しかしなんか福田にボール渡したいですね。もう30秒です。いや、これ川野さん、はい、水戸黄門風に言うと、歴代さんもういいでしょうと。そうですよね。なんかそんな気しますけどね。本当にここで取れればいいんですけどね。いいか、これ早く取りたいですね。1A からケイタ行った。さあそのチャンスが来るか。ケイタ持った。ケイタから福田が持った。福田が行く。シュート。外してしまったか。時間はありません。いや、原さん、絶好のチャンスでした。まあ、ブファルトも福田には行かないですからね。行かないでしょうね。あ、そしてドリームマッチ、今試合終了の笛です。
福田正博引退試合、浦和レッズとそしてレッズ歴代選抜、まあ、結果は4対1浦和レッズが勝ちました。福田もゴールを決めています。いやしかし原さん、はい、楽しかったですね。楽しかったですね、本当にこういろんな思いがこう蘇ってきたというかね、はい、改めてこう福田の福田だけじゃなくてね、他の選手の今までのレッズのこう、いろんな思い出が蘇ってきましたね、はい、そうですよね。いやだからやっぱり福田正博が得点を取った時もそうですが、いろんな人たちが福田を支えていたんですよね。そう考えたらね、で加野さん、はい、あの昨日の前夜祭もみんながみんな招待を寄せて本当に嬉しいということを言ってましたんでね。そうなんですよね、でね、まあ、反対側から見たら、はい、やっぱりそれだけ福田君は愛されていたっていう証拠ですよね、いろんな人々にね、本当にですから、まあ、幸せな、はい、もう日本で一番幸せな J リーガーでしたね。本当そうですよ、日本で一番このサポーターから愛されてね、そしてまたそのサポーターへのお返しも得点王で応えてくれました、はい。この背番号9が本当にもう永遠の9という形なんですが、そして今そのはい、あすみません、オジェック監督、あお願いします、いただきました、はい、今日は福田さんの引退試合、チームを率いていかがでしたか。Ich glaube, es war ein sehr schönes Spiel. Ich bin begeistert von der Kulisse. Die Zuschauer haben dieses Spiel heute zu einem großen Erlebnis gemacht.そうですね、本当にいい試合だったと思います。観客あ来てくださった多くの観客の人にも非常にいい試合を見せることができたと思っています。今日はあの最初から勝ちにこだわっているような感じも受けましたが、このミーティング等々いかがですか。Es sieht so aus, dass Sie auch Spieler gewinnen wollten. Haben Sie auch die Spiele richtig so heiß gemacht? Nein, ich meine, ich habe die Spiele überhaupt nicht heiß gemacht. Ich habe Ihnen ganz klar gesagt, wir wollen Fußball spielen und wir haben teilweise ja den Ball hervorragend laufen lassen.Während die heiße Mannschaft war ja die junge Mannschaft. Die haben ja getackelt und einige Spieler, die haben ja keinen einzigen Pass gespielt. Die haben ja nur Tackling gemacht. そうですね、私たちの方なんですけれども、今日ミーティングで言ったことは、とにかくサッカーをやりましょうと、そういうことを言いました。ですので、うちのチームとしましても、よくボールが動いてたと思うんです。逆に若いチームの方がですね、ちょっと熱くなって、タックルとかそういうのが多かったような気がします。福田正博さんにオジェク監督から、一言お願いします。 Ein Wort zum Fuku. Ja, ich habe immer gesagt, Fuku ist für mich ein sehr großer Spieler. Er hat hervorragende Verdienste für den japanischen Fußball und für die Urawa Red Diamonds gemacht. Und ich bin sehr glücklich, dass ich sein Trainer sein konnte.そうですね、これはもういつも言ってたことなんですけども、福田選手というのは日本が生んだ最高の選手の一人だと思っております。まあ、日本そして浦和レッズにとっても素晴らしい選手だと思います。まあ、彼と一緒にというか彼を指導できたことというのは私にとって非常に誇りだと思っております。ありがとうございました。まあ、オジェク監督も95年そして96年この浦和レッズを率いました。まあ、いつも頑強なオジェク監督もあの96年のラストゲームは深野さん本当に大泣きでしたよね、はい、本当ですね、もう福田と抱き合って泣いてましたもんね。泣いてましたね、もうあれはもう、はい、僕も一生の忘れられない試合シーンですね、まあ、そのオジェク監督がまた再び今日この埼玉スタジアムで福田引退試合の指揮を取れたというのもね、はい、やはりそれほど福田との この気持ちの通じ合いというのはあったわけですよね。その通りですね、はい、もちろんそれを支えたフリントコーチも、まあ、途中加納さんがその逸話といったものを、ね紹介してくれましたが、フリントコーチのやっぱり存在も非常に大きかったですもんね。そしてこれからこの場内を一周します。福田正博そしてペトロビッチ、いや今日はペトロビッチの動きは原さん、はい、本当にすごい、さすがオランダ現役バリバリプレーヤーというね。あそうですね、はい、皆さん、はい、今度はオフト監督です、オフト監督、福田さんの最後の、試合まず、戦ってみていかがですか。 I think an error has stopped. He has done a terrific job the last 10-12 years.As well as for Mitsubishi, as for Urawa Reds, as for the national team. He is a very, very good example, a pro example.
まあ、あの三菱時代からですね、このレッズを引退するまでの間、その10年12年の間の、プレーなんですけれど、非常に飛躍的な進歩を見せたと思いますし、プロの選手にとって非常にいい見本になった選手だったと思います。現役の方としてはどういう戦い方をまず望んだでしょう。We want to enjoy the spectators because we cannot gain any points. Yeah. So we want to let them play, let us play, and we'll see how far we can come. With also our youngsters without experience from the satellite team, they have good, done a good job.あのとにかく今日は勝ち点とかそういうこと関係ないわけなんで、エンジョイ、楽しんでそれでプレーをしようということ で、今までサテライトでプレーしてた選手たちもこういう場で、プレーができたっていうのは非常に大きないい経験だったと思います。 one negative point. Hirakawa, bad injury again. 悪かったこととしたら、あの平川選手がまたちょっとあの怪我をしましたと。これからまた期待してますのでお願いします。頑張ってください。オフト監督も川野さん、はい、福田を変えましたよね。そうですね、ずっともちろんフォワードで頑張ってきた福田が、そのフォワードではやっぱりどうしてもね、そうですね、あの体力的な面、あるいは年齢的な面、はい、まあ、これのスピードが多少落ちた中 で、 そうです、引いた位置に起用して、これはまた昨シーズンはまんまと成功しました。そうですね、オフト監督も本当はフォワードで起用したかったんですよね、まあ、初めの2試合はフォワードでやらせてましたけど ね、 そうですよね。ただ非常にね、周りのみんなに聞いてみると、福田君が、一つ下がった位置でね、本当にバランサーとしてチームを引っ張ってくれていたと、あれで助かったって、あの特に守備面でね、非常に効いていたということをね、周りの選手みんな言ってました ね、 そうですよね。サッカーはやっぱりよく知ってる証拠です、まあ、僕なんか正直言ってね、はい、勝負してくれない福田がちょっと歯がゆいかなっていうところもありましたけどもね、それは、まあ、しかしオフト監督と、まあ、もちろんドーハの悲劇を味わいました福田正博、もちろん井原正美もそうです。まあ、そのオフトとの巡り合いがまたこの福田を呼び慣らせました、まあ、そういった意味ではオフトあっての福田ということが言われたかも分かりません。このゲームは4対1でドラレッズがリードを勝っています。ミスターレッズ背番号9番福田正博が今このピッチに入ってまいりました。そしてご覧ください、このスタジアム、わあすごいな、これすごいですね、この雰囲気ね。右サイドにはゲットゴール福田、左が背番号9、花束の贈呈を行います。プレゼンターは室井一英です。わあ福田も驚いています。そしてレッズの室井一英から花束が贈られます。フェイエノールと小野伸二選手からも花束の贈呈です。そしてオランダフェイエノールトで大活躍、日本代表の伸二、このレッズに入団した時は原さん、はい、原監督でした。そうでしたね、はい、そして背番号28をつけていました、はい、この28だったんですね。そうですね、でスーパープレイヤーが入ってくるということで、非常にもうこのレッズへの期待度が高かったこの98年でした。でその新次からのパスを福田が、まあ、途中も話が出ましたが原さん、もらってゴールインしてたわけですね。そうですね、まあ、入れた後怪我したりした時もありましたけどね、はい、Thank you.
それでは福田選手からメッセージです。浦和レッズの選手として11年間全力を尽くして戦ってきました。多くの成功を収めることはできませんでしたが、多くの仲間と多くのサポーターと喜び悲しみ同じ夢を追い続けてくれたことを誇りに思います。心から感謝します。いつの日かまた一緒に戦える日を楽しみにしてます。11年間熱い声援多くの勇気をくれてありがとう。サッカーの世界ではこのスパイクを縫うことが現役の引退と言われています。静かに今そのスパイクを脱ぎました福田正博。ゲットゴール福田が刻み込まれています。この埼玉スタジアムゲットゴール福田の大きな声が流れます。原さん、はい、なんかこうやっぱりジーンときますね。そうですね、まあ、このコールがねもう聞こえないのかと思うと、ちょっと残念ですけど、ね、よく聞いてきましたからねこのコールをね、そのたんびに期待に応えてくれましたこの福田正博、はい、
で今そのシューズを脱ぎましたが、このスパイク、はい、日本的にはそのユニフォームを脱ぐという表現があるんですが、はい、これヨーロッパ等ではスパイクを脱ぐんですよね。そうですね、原さんもでも本当にいろんな思いがあると思います、はい、まあ、これまでの思い出、まあ、もちろん重なる部分もあるかも分かりませんが、はい、今こうどんなことが浮かんできますか。でも今度はね、選手を終わってやっぱり福田っていう選手はこうサッカーにやっぱり絡んでいくと思うんですよね、でどういう形であれやっぱりこう例えば少年の夢をね、はい、追うことをこう手伝ってあげたり、あるいは本当にこうトップチームをやっていくのかって本人がね、これから考えて、ただやっぱりサッカーに携わって新しい福田をねこれから見せてほしいなというふうに思いますし、まあ、彼ならその力が十分あるというふうに思いますね。元気な子供たちとサッカーをして、そして楽しんでいる姿を見ると非常に嬉しいということを言ってますよね。そうですね、もう本当に前から子供たちはものすごく好きですし、グラウンドの時の厳しい表情と遊んでいる時は全く違う顔を持ってますんでね、そういうことで今子供たちにも夢を与えることができるんじゃないかなというふうに思いますしね。川野さん、はい、現役の選手はね入団をしてきて、はい、福田に関してはやっぱり偉大なプレーなんで近寄りがたいというイメージもあったという、うん、そういったことをもうよく聞かれました、うん、でも実際話すとあんなに話好きな人いないですよと本当ですね。でね、僕ね、若い田中達也君がね入団した年の、まあ、シーズン終わってからね、まあ、ちょっと、長い時間話聞いたんですけどもね、僕田中君ぐらいの年の選手だとやっぱり福田の全盛期っていうのはやっぱり間近では知らないと思うんですけどもね、一緒に練習してみて気持ちであれだけねこう仲間を感動したり、引っ張っていける選手がいたことを初めて知ったってね、そういうことを言ってたんですよ。だからもうレッツに来て一番影響を受けたのは福田さんだっていうことをね彼言ってましたよね。だまあそういう意味じゃ先ほども試合の最中にねペトロとかギドがやっぱりこう闘争心でねチームメイトを鼓舞したっていうことを言って、言いましたけど、福田選手もやっぱりそういう意味ではやっぱり影響を与えた、非常に大きな影響を与えた選手の一人だったなっていうので、やっぱり改めて今日の試合でもまた感じましたね。ですからまあこのレッズのみならずやっぱり日本のサッカー界にずいぶんやっぱり影響を与えた選手ですよね、はい、そうですね、まあ引退試合って今日で3回目ですかね、はい、ラモスさんとあと、はい、カズシですか、あカズシさんとストイコビッチ4回目ですか、はいはい、あそうだと思いますよね。まあでもこれだけね本当に感動的なセレモニーというか試合もなかったんじゃないでしょうかね、いや本当に原さんやっぱり福田って幸せですよね、はい、まあね本当にこう幸せな、うん、男だなというふうに思いますし、はい、まあ、だからこそ彼はこれからねまた違う立場で今度はこのレッズのサポーターに応えていかなきゃいけないんじゃないかなというふうには思いますけどね、そうですよね。いや今この場内を一周していますが、どんな思いで一周しているか、まあ、もちろんその昨シーズン2002年というシーズンは川野さん、はい、やっぱりすごくブレイクしてオーストによって生まれ変わって、はい、まだまだいけると言われながらも、うん、言われながらもやっぱりどっかにね、はいはい、この引退というのは話がちらほら出てきていました。そうでしたね、まあ、そしてリーグで、まあまあ、最終戦で終わるのか、あるいは天皇杯で終わるのか、はい、いろんなことが言われた。でもそれ以上に多かった声がいやできるという声だったんですよね。声が多かったですね、で昨日の公開練習でもやっぱりギドも言ってました、ペトロも言ってました、はい、もちろんウーベンも言ってました、ええ、まだまだ生きるじゃないかと、うん、なんでやめるんだと、まあ、そういう話をしていたんですが、ですから本当に引き際ってのは難しいですよね、いつやめ、まあ、これだけ偉大な選手ですからね、まあ、原さん確かに引き際美学なんていう言葉は言いますが、そうですね、やっぱりね、だから、やれるという気持ちとね、はい、自分がイメージしているのとこうちょっと違うという差がやっぱり少しずつ出てきて、うん、いずれにしてもこう悩んだ決断だというふうには思いますけど、でも今日のプレーぶりはまた福田らしくしっかり調整してきてね、はい、まあ、さすがやっぱりプロフェッショナルな男なだけあって、
いい準備してきたなというふうに思いますし、そういう面ではこの地道にね、手抜かないで何事もやる男ですから、まあ、福田らしいあの最後のゴール、あるいはプレーぶりを感じましたけどね、はい、原さんももちろんこの背番号9をずっとつけていました。そしてやっぱりこの引退しようかどうかというその辺の、ね、気持ちが随分揺れ動いた時があったと思うんですよね、そうですね、まあ、いろんなことを考えて、チーム事情もあるしね、でも本当に幸せな、うん、あの男だと思いますし、もう最高のこう選手としてはね、あの終わり方なんじゃないかなというふうに思いますね。そうですね、はい、89、90というこのシーズンに三菱に入団しました、まあ、当時は2部でした。背番号14をつけていました、まあ、そしてわずか26試合で36点を取ってこの2部の得点王に輝きました。もちろんチーム全体がその1年で一部に昇格をしようという、まあ、そういった厳しい状況の中で、まあ、その中でこの福田の大活躍、まあ、そしてまた日本代表にも選ばれました、まあ、この時の代表監督は横山健三監督だったんですが、まあ、原さんね、はい、そういった意味では福田もね、まさかという気持ちだったそうですが、やっぱり36点取ってね、横山さんから呼ばれて、はい、気持ちやっぱりかなり奮い立ったという話をしましたよね。そうでしたね、そして90年91年一部昇格、まあ、この時背番号は10に変わりました、まあ、そして91、92で92年から、まあ、ナビスコからその J リーグスタート、もちろんリーグそのものは93年ですが、まあ、ここでその原さんのつけていた背番号9を譲り受けて、まあ、そしてこの浦和レッズの背番号9ミスターレッズ福田正博、本当にこう印象付けました。 J リーグでは226試合です。まあ、これは J2 を含めてになりますが、まあ、J1 だけで91点を取りました、まあ、そして代表でももちろん45試合取った得点が9点、この J リーグの91点、そして代表9点合わせてちょうど100点という数字になります。そしてまた代表ではあのブラジル戦は日本人で初めて、まあ、ブラジルのゴールを割ったということで脚光を浴びました。それから代表時代は原さん、はい、あのオフト監督なんかの時にね、実は全く呼ばれながらゲームに出ることができなかったと、はい、なんで僕を出さないんですかと自己アピールをして、そしてあもう代表はもうダメなんだと思っていたら、はい、やっぱり呼んでくれたというと、やっぱりいろんなこう葛藤が、ね、あったんですよね、はい、ありましたね、やっぱりスーパープレイヤーなんですね、まあ、そういう面で本当に言いたいことはね、はい、うん、しっかり言って、その代わりこうプレーでも結果を出すと、そういうプレイヤーでしたよね。そうですよね、はい、まあ、それがプロなんでしょうね、まあ、そうだと思いますね、まあ、そしてまたチームの各選手からも本当に愛されました。まあ、したがって今日のこの引退試合では、まあ、たくさんのこの選手が招待されて本当に心から喜んでいました。今オフト監督と抱き合います。そしてヤンセンコーチと抱き合います。橋田谷コーチも今抱き合いました。わあ、そして胴上げですね、176センチ68キロ、まあ、現役をやめてもまだ体重は変わっていないそうです。36歳12月の27日生まれ、まあ、そういった意味では原さん、本当こう招待をされた選手と今この福田の表情を見てもね、この引退ヤーの持つ意味、そうですね、なんかみんなでこうね福田を讃えるというね、そんな表情ですね。やっとね、今ほっとしたというかね、うん、あのいい顔してるんじゃないですかね。そうですよね、まあ、最後になりますが、もう一度原さん、はい、印象一言。いやもう、はい、福田とね、うん、まあ、あの僕自身も一緒にやれて、本当に幸せだったなというふうに思いますし、はい、福田自身にはまたこれからね、うん、新たな人生を歩んでいってほしいなというふうに思います。そうですね、はい、田中さん一言、はい、僕もあの福田君とずっと長く付き合ってもらわせてね、本当に彼から学ぶことも多かった、先ほど彼言ってましたけど、いつの日かまた一緒に戦いましょうと。本当です、ね、将来やっぱりレッツの監督としてね、また戻ってきてほしいですね。本当そうですね、はい、今日はゲストには原博美さん、川野忠さん、そしてリポーター水内健、実況上野明でお伝えしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。背番号9福田正博は今日6月15日惜しまれながらスパイクを脱ぎました。福田正博の歴史は浦和レッズの歴史でもありました。
引退会見でサポーターへの一言を求められた瞬間、言葉に詰まり、そして沈黙の時間が続きました。目にいっぱい涙を浮かべながら、サポーターの皆さんにはありがとうと言いたい、そう話しました。サポーターからこよなく愛された福田正博、ミスター浦和レッズ、浦和レッズの11年の数々の感動を心からありがとう。